よし、行こうかな。できてるかな。テストです、マイクです。いけてるね。ムジナさん、こんばんは。ムジナと申します。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録よろしくね。楽しく遊んでいきましょう。さあ、やっていきましょう。どうもどうも、ムジナと申します。よいしょ、お久しぶり。ちょっと待ってね、もう毎度毎度のことなんやけどさ久しぶりすぎて操作方法を忘れるってね。どうもどうも、こんばんは、よろしくお願いします。さあ、今日も配信していこうかということでね、1ヶ月超ぶりの配信よね。ごめん、ほんまごめん、ほんまごめん。もう悪いとは思ってる。うん、謝ってもいるけども、ほんまごめんじゃあやっていこうか。いきましょう。はい、見てください、この画面ね。どう、そう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 、これ切り替えんといかんの。デドバの画面にして、よいしょ。んで、今日ランクリセットですね。ね、あー、ランクリセットか全然ランクね、もう遊んどらんかったからね。乾杯。飲みながらやっていこう。あのね、ちょっとね、ご報告があってさ、まあ、あの今日さ、久しぶりにデドバしようと思って、あの配信外で始めたんですよ、デドバ。したらさ、なんか紙飛行機0222って人とさ、マッチしてさ、あれこれ飛行号と思ってさ、マジでびっくりした。なんで、しかもその1ヶ月ぶりぐらいのプレイでさ、よしやろうかーって気抜いて始めてさ、初戦でそれみたいな。もう手プルプル震えてさ、しかもあの、言い訳ですけど、直前までやった別のゲームの設定になってたからさ、マウスが。いや、結局ね、それでね、しゃがんだりできなくてね、もうボロボロ、ボロボロですよ。というわけでね、配信しながらね、ちゃんと練習しよう。ということで、やっていきましょう。よろしくお願いします。さてさて、どうしようかな。ちょっとね、まともに今日は本当にガチで練習するつもりやから、もうこれでいこうかな。うん、まあ、懐中電灯やってる場合かって話でもあるけど、でもまあセルケやるし、いけるやろ。うん、行こう。やっていきましょう。よろしくお願いいたします。いやー、ガチで練習やけど、お酒飲みながら行くで。ぐはー。あ、皆さんごめん。新年明けまして。おめでとう。噛んだ。おめでとうございます。よろしくお願いします。遅いっちゅうね。でも1月15日ぐらいまではなんか、明けましておめでとうでいいって聞いたから。いいよね。いいよいいよ。許す許す。それ行こう。さてさて、やっていきましょうか。なんかね、久しぶりすぎてほんと、もう操作忘れてるよね。いろんなね、配信環境すべての操作をね。なんで動かんのこれ。このコメント私は固定したいんやけど。できへんの？できへんの？あ、そう。どうやってやるのこれ。前か。行こう。さてさて、誰か遊びに来てくれるといいよね。久しぶりの配信やからな。まあまあ、誰も来ないという可能性も考慮しつつ、永遠に一人で話し続けておこうか。待ってすればな。うん、誰かしらとは会えるやろ。長いな。長いな、待ち時間。これ持て余すな。ストアでも登るか。あ、やべ。ブラッドポイント溜まってんな。ちょっと、ブラッドポイント振ろう。お、なんかかっこいいん出てる。お、なんかかっこいいん出てる。え、どうしよう。よくあるな。ちょっとゆっくり考えようか、これは。なるほど。でもプラットポイントやっとこうか。あらよって。何このビッグになって。このビッグ私に何を喚起しようとしてくれてんのこれ。何のメッセージなのこれ。このビッグ。このビッグマック何どういうことわからへん。わからへんわ。とりあえずね、10万ポイントぐらいたたたーと使ってこうか。皆さん、今年の抱負とか決めた？1日の計、1年の計画、元旦にありでしたっけね。言うけど、もう元旦は完全に私寝く正月、寝正月だったよ。スリーピング正月だったよ。
で元旦ってあれね、元日の午前中とかそういう意味やったよね。じゃあまあ1日目から早起きせえっていうことやね。無理やって大晦日あんだけ夜更かししといてね。まあまあそういうね、日頃のね行いから、まあ、1年ってあんま決まるんよっていう意味よね。しかしマジ長いね。そうそう、さっきも言ったけどさ、つい夕方ね、5時ぐらいやったかな、5時半ぐらいに遊んでたら紙飛行機さんとマッチしてさ、栄光不動産が本当にビビったっていうのと、大体マッチランクリセット直前じゃん、5時半ぐらいって。ってことはさ、全く終わってない、やってない私と、多分やり込んで赤帯目指してたで、栄光さんがなんでマッチすんねんって話。本当にバグってるよね、スキルデート大丈夫かよって思った。ありがたい話ですよね。まあ間が良かったのか悪かったのかね、運がいいんか悪いんかよう分からへんって言うとね。まあまあでも昔なんか言うてたな、チャンスの神様ってのはね、前髪しかないそうなんでね、後ろから追っかけてもね、掴めないんですよね。だから前から来た時にワシッとね、ワシッとちゃんと掴まないかんっていうことなんですけど、まあまあ、栄子さんとね、マッチできたチャンスに、私は配信をしてなかった。で、デトバも練習サボったから、ね、こういうことになったんやと。ね。一応ね、奇跡的にね、ほんと気まぐれで録画だけはしたんやけど、録画だけはしてたのよ。録画でもしようかと思って、撮れ高あるかもしれんと思って。そしたらさ、お腹空いてるな、この人。お腹空いてるな、この人。なんか食べ？カップ麺でもね。芋けんぴさん、お腹空いてる。やば、この二人。竹取りのじいさん、あ、竹取りの沖縄やな。やばいな、このパーティーかな。面白い人たちだな。お腹空いてると、芋けんぴさん、芋けんぴよーって言ってるな。いかんな、人の名前でそんな遊んだらあかんないと。二人パーティーやろ、きっとね。勝手にそう思う。やっていこう。私のバグラに、オポチュニティと、絆、セルキア、植物学ね。了解。やっていきましょう。まあそんなわけでね、チャンスをつかめなかったというとこですよ。まあ録画してたのがね、唯一の救いよね。でもね、ほんとクソみたいな、クソとか言ってもさ、ちょっと、みたいなね、申し訳ないプレイやったからさ、あげるにあげれへんっていうね、まあ反省やな。ちょっとこれを教訓に今年は頑張っていこう。ちょうどね、去年の2月ぐらいだったかな。ね、ずっと動画にリンク貼ってますけどね。エコゴーさんとマッチした奇跡的な配信ね。あれは同説100人ぐらいってマジでビビったけど。ね、あんな感じでね。またいいことあるといいね。まあまあ、ちょっと配信もね、こまめにやっていくわ。毎回そう言ってるよね。毎回言うてやらんからな。嘘つきやな。まあ。嘘もついていこう。人を傷つけなければ嘘ついてもええからな。あ、今のは嘘やで。嘘は使う方がええで。さあ、早速嘘ついたけど、さあ、やっていこうか。ちょっとね、久しぶりにやからさ、本当に、なんちゅうの、頑張ってリハビリしよう。うまいことプレイできるんだろう。しゃがむのボタンどれ？なんかちょっと、マウスも硬い気がすんな。気のせいか。ちょっと、机周り片付けるな。ちょっと広く撮ろう。よいしょ。やっていきましょう。なんかあれよね、チャッキーが出たっていうのはさ、聞いてたし、1回か2回ぐらいチャッキーとマッチしたんやけど、その後なんか雪だるまで遊んだりするらしいって聞いてたイベントは私は全く出てない。それ多分もう終わったよね。私知らん間に終わってたわ。いかにか、出てばしよう、出てば。長いな。なんか、いろいろと遅くなってない。ロードもさ、マッチも。気のせいかね。胸文句ばっか言って。運営さん、ごめんなさい。文句言ってないし、全然。大好きです。出てこい。はい。すいません。あ、来た来た。よっしゃ、行こう。さあ、頑張っていきましょう。ランプキン。ね。普通、しゃがむボタン、これ、オッケーオッケー。よし、やっていこう。で、これ、ライト、オッケーオッケー。やっていこう。倒すボタン、いいやね。いいって、これやったよね、多分。多分、これやねんな。やべえ、いいボタンは合ってたわ。合ってたけど
大丈夫かなこれ、この隠れ方怖いんやけど。あは、やばい、竹取りの字、沖縄さんは竹取ってくる、竹取ってる。やべえや、これはやべえわ。来た、ミスった。あー、ごめん、下手くそすぎる、ごめんね。なんか警戒してる。いやごめんなさい、まあ、頑張ってね、練習して。こういうの消えた、怖い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 。顔も怖いな、この鬼。この牛蜜時な感じだね。前通ります。板まで使っちゃった、ごめんね。上手くなるから抜けて。あ、近いな。いや、救われた。合わせないと逃げて逃げレベッカちゃん、もう一回逃げましょうか。距離を取ろう。なんと、この人は一回ね、鬼パンチ食らった感じだね。一回しっかり回復しよう。5台、5台残ってるから、やっぱ5台残って3人つらいだ、すんません。急所い、誰か急所行くかしら、行ってるね。じゃあ私は回そうかと。なんか下か、あ、なんかちょっと動き方が、あそこでチェイスしてんな。どうする、ライト給食。いや、なんかすごいチェイスしてくれてるからさ、ほんと回さないかんねんな。じゃあ救助要員でやってみようか。あ、ダメか、ごめん。では、無理やわ。うわ、危ねえ。あはやばい、無理、怖すぎる。あ、これホラーゲームや。まあちょっとリハビリして、コンテンツはまずいまずい。お友達と皆さんとも遊べないレベルではしっかり頑張っていこう。おお、ありがとうございます、すいません、助かりました。しっかり離れよう。生き延びること第一。死んでしまうと迷惑かかるかな。ごめんね。大丈夫かな。席回そう。とりあえず回復しよう。そうね。しっかり生き延びて、米を集めることに専念しよう。うん。長生きするのは大事です。よいしょ。じゃあ助けてあげたいんだけど、ちょっと自分の世話もね、ろくにできんから、ちょっと一回ちゃんと。で、回復救助誰か行けるかしら。あそこ追われてるよね。あ、助けたね。ナイスナイス。ちょっと私はここでしっかり回さないからな。この子が追われて、わー、なんとか叫ぶやつ入ってる。出るやん。いやだ、もう。今は叫んだんでバレたね。もうさっさと逃げるべきやったね。うわぁ、やばいやばい。恐ろしか。少し回復して。うわ、すごい。全員倒しちゃう。
あ、担いだね。ちょっと起こしてもらいたいとこですけど、あっちの方へ、ね、ちょっと遠いね。とりあえずデザインさん、ムジナさん、こんばんは。あ、デザインさん、こんばんは。お久しぶりですやばいよ、久しぶりにやったらさ、めっちゃくちゃ下手くそになってるちょっと見るに耐えないと思う。ごめんなさいね、頑張って練習する。今日リハビリ会ということでね、お酒飲みながら酒飲むんかーいってことだけど、やっていきましょう。あ、でも明けましておめでとうございます。私もよろしくね。あー、担がれてんな。お、ナイス球場。お、ナイス球場。お、ナイス球場いいね。私はちょっとできるだけ離れ、あ、エクゼル、なんていい子。ありがとうしてね。このままちょっと、お世話になろう。あれ、来た？慣れますか？一回逃げようか。どうしようかな。この板でちょっと、あれしのげようか。あった！嘘、倒したって今。あっちから来ると思った。影がさ出たからさ、いける思ったんすよね。いかんな、ほんとに下手っちょになっててさ。あら、赤いけんくらい、あ、お尻見えちゃう。ワンチャンいけんちゃうか。ワンチャンいけない、ワンチャンいけねえのこれ。よしよしよし、逃げる逃げよう。どこ逃げる、怒ってるやん。怖すぎる。あれ、違う方向行った？あ、怖っ！あ、怖い！怖い怖い！デザインさん、おめでとうございます。これからも配信楽しみにしてます。ありがとう、デザインさん。頑張る。配信頻度を上げていく。毎回言ってるけど。まあね、楽しみながら配信させていただきます。そうそう、今日さ、夕方ね、5時半ぐらいに配信せずにデトバの練習してたんですよ。私練習してたっていうか、練習しようと思って。で、デドバつけて、あ、久しぶりやなーって、あ、そうか、ランクリセットがあるんかーって、今季全然やってないわーって思って、始めたらさ、1マッチ目を、なんか、紙飛行機0222って人とさ、マッチしてさ、あれ？この名前見たことあるぞって思って。いや、でもどうせ、偽物っていうかね、偽物でしょと思って見たらさ、本物見逃してくれてる？見逃してくれてる可能性あるな。で、そのせっかくね、紙飛行機さんとマッチしたのにさ、全然活躍できない。デザインさん、すごいわ、ランク。配信もしてないけど、一応録画はしてたんですよ。でもね、このもうクソみそなプレイでさ、お見せできるもんじゃないっていうか、本当にもう格好悪くてごめんなさい。あ、ちょっと真面目に練習しようと思って。大丈夫？直そうか。いやいや、直せない、直せるね、姉ちゃん。近いんや、この発電機。あ、ここは確かに回さなまずい。ここは回さなまずいね。ちょっと、その意思を継ごう。ここは二人で決めたね。死んでも回すね、ここね。あ、来てんな。あ、来てんな、逃げましょう。逃げましょう。死んでも回すと言ったけど、逃げましょう。あ、ダメだ。あ、ダメだ。怖い怖い怖い。なんだなんだ、いけたぞ。なんか見逃してくれた。見逃してくれたよね。お兄さん、ごめんね。ちょっと、全然ね。ちょっと、我々ってか、私のあれが追いつけなくて、見逃してくれた。楽しい試合にできなくて。デザインさん、私もデドバやらないとも。そう、デザインさんもやらなきゃ。デザインさん、今何してるの？バイオハザードかな？何のゲームが面白いですか？あ、最近ね、なんか海潜って魚捕まえるゲームとか、私も始めたよ。あとね、なんか8番の出口から出るやつ。大丈夫？直そうか？直そうか？いける？逃げて開ける？すごいよね。この1年っていうかさ、去年、結構いろんなゲームがね、ありましたよね。8番の出口とかもさ、去年のゲームだね、一応ね。カウント上は。ありがとう。いやー、いい切らされたね。直そうか？ちょっと。
最後ね、マッチバランス崩れちゃって申し訳ない。もうちょっと強くなってリベンジするわ。ちょっとここだけ直すだけ直してから行こうか。直そうか。もう即出る？直すだけ直そう。こいつだけもらおう。ありがとう。じゃあ、ありがとうございます。マッチありがとうね、キラーさん。ちょっと強くなって帰ってくるから。今日はね、ウイスキー相談終わりでございます。あ、GG1 と。なんか、飲む前にお礼を、ちゃんとね。さあ、米はもらえた。ありがたし。ね、やっていきましょう。さあ、どんどん行きましょうね。いやー、強かったな。とりあえずね、デザインさん、何にもしてないです、最近。え？あ、そうなの？ゲームをせずに何をしてるの？他にもね、やることいっぱいあるよね。最近私もね、なんかちょっと新しい趣味見つけようと思って、というか、あの、なんていうの？やっぱ趣味ってさ、見つけようと思って見つかるというのも、ビビビッと来るよね。あの、ある日突然、え？何これ？スキー？みたいな。で、私、あの、最近さ、ちょっと気になってるものがあってさ、あの、書道。筆とね、あれ、半紙使ってやる。あれさ、すごいちょっと気になっててさ。あの、きっかけはね、なんか、街をプラプラ歩いてて、そしたらあの、ブラシ屋さん？あの、たわしとか置いてるんとこね。があって、あ、いいなと思って、ちょっと覗いてみてたら、あ、たわしと思って。たわしが欲しかったわけちゃうんやけどね。そしたら、結構ね、あの、ブラシ屋さんっていろんなもん扱ってるのね。ブラシでしょ？あの、たわしでしょ？お掃除するやつもそうやし。お風呂で顔を洗ったり、体を洗ったりするブラシもね、そうやし、歯ブラシもそう。あとやっぱ、毛つながりでさ、筆、あの、ペンキ塗ったり、油絵描いたり、なんかそういうのから、あの、あと書道の筆とかも置いててさ、あ、こういうのあるんや、へーっとって見てて、じゃあお試しどうぞ、みたいな感じでさ、置いててさ、お試しで、ここで書道か、書き初めか、と思って、あの、水で描ける筆があってさ、筆ってか、すごいのは半紙やけどね、水で反応する。で、ちょっとこう書いてたらさ、なんか昔の血がこう騒いできてさ、なんか小学校の書き初め思い出したわ。ちょっとやっぱ筆ちょっといいなと思って、字を大事にね、しようかなって思って、こうやって文字書く練習しようかな。なんか払いとかがスッて、一の字もこう書いて、ギュッてこう曲がるの、マウスのポイントだみたいな、ポイント、まあ、噛んだ。マウスポイントだみたいな、これ、グッて書いて、グーッてって、こう、クイックイッてする。なんかこのクイックイックイックイって分かる、これ、お尻がこうなったやつ。あれ作るのが楽しいよね。なんかずっと、ずっと、止め、止め、跳ね、はいみたいな。ちょっとね、楽しかったね。だからちょっと、買ってみようかなと思って、この間 Amazon でね、買ったんですけど、水でかけるやつね。うん。でもちょっと、やっぱ筆とかもこだわってみたいじゃん。うん。で、そんなの、ほんと、初めて、まだ、10分ぐらい、ね、その、書道という筆のね、趣味ね、ぜひね、やってみたいと思います。まあ、そんなもんよね。趣味なんてね。楽しく行けたらいいよ。うん。そしてマッチの時間が長くなっとる。やっぱり長くなっとるね、これね。そんな気するわ。まあね、気長にやっていこう。今日はちょっと、のんびり配信やから。やばいやばい、これ、レベルだけが上がっていっちゃうわ。のんびりね、土曜日の夜を楽しみましょう、皆さんで。まあ、土曜日の夜はあと6分しかないけどな。うん。日曜日が朝方になってくるから、ここから。まあまあまあ、そんなのは関係ないんですよ。うん。楽しんだもん勝ちやからね。やっぱこうね、大人になって何が寂しいかって、時間を忘れて夢中になるものがね、やっぱいるよね、人生にはね。それが有意義かどうかは別にどうでもいいんですけど、熱中できるものってのは大事。なんかね、何がどう大事っていうのはよく表現できんやけどね。まあまあ、絶対にね、何よりかはあった方がいいよね。さあ、結構ブラックポイント消費したな。意外と使うね。そうなんだ。
モンハン出るんだ。デザインさん、2025年にモンハンの新作出るので、それしか楽しみないです。25年ってまた来年の話だよ。でも楽しみやね、モンハン。そうか、ちょっとモンハンをする時間を設けないかな。スイッチのやつもね、これからやっていこうと思うとかって1回か2回しかやってないからね、本当に。いや、あのさ、なんだろう、モンハンってもう100時間、200時間とか、500時間とか1000時間単位でさ、やっぱ費やすじゃないですか。なんだろうね、やっぱその、ね、投入したね、時間と、なんか求めるリターンみたいなのを考え出すと、やっぱ大人になってもたなと思いますよね。昔はあんな、夢中でやってたのにね、結果としてそんな1000とか2000とか積み上がるんだけど。ね、楽しかったよね。なんで最新作の話しながら思い出話みたいなとんねんって話やね。だからポータブルの時はね、モンハンセカンド G かな。あの時が一番モンハン、私のモンハン最前線やったかな。こうなんていうの、通信ケーブルいらずでね、ワイヤレスで繋がれるっていうのがいいよね。Wi-Fi とかも当時はあんまり充実してなかったけどさ、とりあえず近場で 4,5 人集まったらね、ゲームできるっていう、あの環境が良かったよね。あの友達の家で小学校の時にこうだべりながら遊んでる、あんな感覚やね。運をめっちゃ上げてるし俺、そしてなんで最後めくれんかったん、怖いんやけど。こうやっていきましょう。頑張るぞい、頑張るぞい。な、同説が増えてる。ありがてえ。見てくださってる人、ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録、コメントくださると励みになります。まあ言うて、黙って聞いててもらってもね、いいですから。どうぞどうぞ、ゆっくりしていってください。デザインさん、私はブツブツ喋るからね。でも、大人になってからは熱中できなくなったような。ね、そうよね、デザインさん。その通りよ。なんか、なんよね、あれが情熱なのかな。私たちがなくしたあれが情熱だったのかな。ね。なんだろうね。なんかこう、ふとシラフになっちゃうのよ。シラフっていうか、わかる？こう、夢中になって、冷めるっていうかな。ふっ、あ、何してるやろみたいな。辛いな、あれね。うん。ってね。なんだろうね。そんなね、考えねえやんね。何してるやろとかね。これをやって何になるんだとかね。そんなのはね、やってて得るもんやからな。夢中になっとったら出てくるものもあるっていうことなんですけどね。頭ではわかってるよ、頭では。でもね、やっぱこう、これが大人かって思うよね。しんびりしてもた。よっしゃ、やっていこう。ちょっと待ってね、頑張るね。少しでも長くチェイスをすることを目標にし、ちゃんとね、発電機回そう。もうじゃあ、そのまま。あ、二人だよ、これ。回さすまうね。サルッチさん、お久しです。サルッチです。サルッチさん、お久しぶりです。どうも、来て。お久しぶり。どうもどうも、元気してました？明けおめ、ことよろ。ちょっと今更からあるけどね。ごめんね。ああ、怖い怖い。怖いわ。ちょっと一回離れましょう。デザインさん、サルッチさん、お久です。これさ、横から出てきたらマジで怖いよね。サルッチさん、今日ね、私、ツイッターでいいねくれてたからご存知と思うけど。よいしょと。私今日夕方ゲームしてたら紙飛行機さんとマッチした。マジでびっくりした。サルッチさん、デザインさん、お久しです。全然いいプレイができなくてね。あ、そっか。なんで今日ちょっと反省の念を込めてこう練習しようと思って、真面目にデッドバ配信することでした。よいしょ。あ、ここはどこ行ったん？ここはどこ行ったん？なんなん？1段階上がったで。こういうプレイしたかったな。一回離れましょう。徹底的に離れろ。あ、来てる来てる来てるよ。お、すごい来てる。やばいわ。これはミスった。今のは良くない。あんな板の使い方。逃げたい逃げたい。あー、連れてきてまうな。あー、やばいな。来てるよ来てるよ、みんな。一周回ってあれでしょうか。ここもう回りそうな音してんな。まだなんかダウンしてないけどさ、ずっと見てくるね。やだな。永続かな。
当たって、あれやもんな、最後の1枚めくれてなかったもんな。これメメントするぎー。立ちめめ怖いんやけど。立ちめめあるかな。ああ、やられてる。立ちめめじゃないってことか。立ちめめっていきなりできないって。おわ、ちょっと落ち着いていこう。この、ね、ワンパン状態が解除されることを願って。見えへんし、どこや、見えへんな。あ、そっか。だいぶ離れてるな。あっち側に固まるか。まあでも、回さんわけに関しては、回そう。だから、見つかるぞ。だから、来てんな。逃げましょう。あ、どこに逃げようか。とりあえず、ここの、あ、ごめん、ついてきてまだ。中入って、こんな、あそこもいた、行こう。来てる、来てるな。あ、これ永続ですね。うわ、怖い。ちょっと粘ろう。飛ぶ、フリー。あ、やばい、まっすぐだわ。あ、でも、間に合った。あ、もうねえ、怖い。逃げます。あ、怖い怖い、手震える。あ、ごめん、連れてきてもだ。ナイスナイスナイス、つけ、ナイス、いいよ今のナイス。あ、もう走り切った。分かった分かったよ。こっちがついたのはありがたいね。分かった。デザインさん、いい感じ。ちょっとね、今よかったね、勘を取り戻した感じしたね。いい、うんうん、なんか怖いな。なんか怖いな。あは、二人、水にされてる。発電機の位置は、ここ真ん中はつけてもいいよね。なんか、あっちの方もあそこ真ん中ついてるから、多分こことここみたいなあれだよ。いけるよね。いや、遠足やな、これな。回復しても意味がないぞ、と。あの子に譲りや、ここ。いやー、怖いわ。あそこでつったから、こっち来るよね、多分。どこに固めに行く？とりあえず、ここ回してみたいよ。あ、でも6見たら、6って言ったよ。6って言ったけど、来ないってことは、あっちが徘徊する？助けたいけど、助けに行くよりもこっち回すか。申し訳ない。すごい白状で申し訳ない。この辺にもう1台ぐらいないの？ないの？ないの？発電機。固有の中か。固有の中回そうか。あ、固めてんな。固めてんな。てかもうキャンプしてんな。じゃあ私はここ回そう。ごめん、ごめん。本当にごめん。臆病プレーンです。すいません。通電した後も怖いよね。やっぱね。あ、永続マイケルか。ちょっと、リハビリさんの私にはきついでこれ。あ、ナイス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 。いいナイスで。ナイス。いいよ。あ、しかもランプついてるやん。ランプで私、青いランプやん。あれ、私回さないから、しっかり。あ、ナイスナイス。釣り交換ナイス。ですよね、もうここはもう私が回しきるしかないわ。だってもう自分が救助に行かない言い訳をね、しながらもうごめん、もう震えて過ごすわ。あー、やられた。オーナイセンス。あ、あの子3回目か。ちょっとゲートの位置がわかんないんだけどな、どこかな。あれ？あ、お、なんか落としたぞ。なんだ？メメントか？どこ？あ、どこと、こっちか。開けとくか。あれ、なんか立ち上がったぞ？なんだ？なんで？うわ、メメントされてるー！立たせて、立ちメメしたのかな？怖くて一歩も動けんねんけど。大丈夫？逃げれた？あっち、チェイスしてんだ。
入られた。やば。これ、ライトいくかな。担ぐか。担ぐなら、一応、ライトいけるか。来た。あ、ダメだった。ごめん。もう無理。無理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 。ここで一回チェイスしよう。あ、やば。やばい。どないしよう。おお、あれ？ワンパンじゃないの？助けれるかも。ああ。おお、危ねえ。おじじさん、あ、いたいた、ワンパンやん。なんであの子耐えれた？あれか。あれ、あの、なんだっけ、あれあれ、あ、おちちさん、こんばんは。あれあれ、なんだっけ、ちょっと、ダッシュするやつ、なんやっけ、忘れちゃった。決死じゃなくて、絶対絶命じゃなくて、ボロタイじゃなくて、なんだっけあれ、ダッシュするやつ。ハードタイ、ハードタイ、ハード、デッドハード。それか、あー、逃げれたね。デハデハ、それそれ、もう忘れてる。おちちさん、デハ。いやー、やられたね。惜しかったね。おじいさん、こんばんは。ことよろ、明けおめデザインさん、おじじさん、こんばんは。これちょっとあれやな。釣られてハッチ出る前に私見つかるよね、これ。ちょっと一周回って向こうから出るっていうことで行こうか。あ、ワンチャン見失ってんな。ワンチャン見失うか、これ。あ、次回しようとしてくれてる。ありがとう。ごめんね。目の前にハッチが湧くと信じて、私今日持ってるから。私今日、あの、運いいから。おじじさん、皆様の今晩は、明けおめでとよろです。見せちゃって見せちゃって。明けましておめでとって、なんか1月15ぐらいまで言ってもいいらしいから。ね、まだまだ明けおめことよろシーズンですよ。あ、おじじさん、聞いて、これね、みんなに自慢してるんやけどさ、あの、今日、5時半ぐらいにね、夕方、あの、デトバの練習しようと思って、配信せずにね、あの、デトバつけたらさ、紙飛行機0222さんとマッチしてさ、あの、栄光号さんとまた、マッチすることができたんですよ。いいでしょ。でもね、私がこんな下手くそすぎてさ、すげえボロボロやったのよ。あー、ハッチ開くかな。ハチハチ。デザインさん、仲間思いですね、サバの方々。あ、ちょっと待って、ハチ、吐くことした。ハチ開いてる。待って、間に合い、マジか。いけ、マジか。今日の私は持ってるか。うわ、やった、出れた。マジか。嬉しい。今年はいいことあるぞ、これ、ね。いやー、よかった。ラッキーラッキー、じいじい。いや、本当に出ると思わなかった。まあでもね、デザインさん言葉にはね、力があるからね。おお、じいじいって、これ、平野の人かな。地下室、なんか、すごい、たかたか、あげあげしてるの、俺。おじじさん、すご、まら。やった、ありがとうございます。すごいね。あの、有言実行というかね、あの、ラッキー。ラッキーって、これ、続いてやってる？行こう、最近英語の勉強もね、始めてるんで、今日ちょっと私ついてるわ、来てるわ、これ、行こう。びっくりした。やってみるもんやね。あの、言葉にはね、力があるからね。やっぱ言ったもん勝ちっていうのはあるからね。どんどんね、ポジティブな言葉、口に出していこう。いやー、びっくりした。カチャって、あの音気持ちいいね。久しぶりに聞いたわ。あの音たまらんね。今年一番好きな音かもしれない。好きな音は、ハッチが開く音です。はぁってなる。わかるーってなる人多分100人に何人おるかやろ。まあでもわからんね。デッドバン人気意外とあるからね。
私はあの見バレが怖いからさ、オンラインゲームとかやってますとか言ったら、え、何のゲームしてんのとか言うね。って言葉に一球するね。しまったな、PUBG 言うといてよかった。一緒にやろうよみたいなこと言われた時、一番も地獄やからね。いやいや、ちょっとリアルの人とはちょっとあれかなみたいな。ねえ、ほんとに。いちいち名前変えるわけにいかんしね。で、フレンドになったらバレるでしょ。怖い怖い。恐ろしい。いや、もう、フレンド迷惑いっぱいで、つって、それはそれで気持ち悪いね。どないなっとん、それ。何百人を一人ぐらい削ってもいいやろ、みたいな。ねえ、それは怖いな。いや、ラッキーでしたね。今のマッチは良かったね。まあまあ、チェイスも伸びたし。いやー、良かった良かった。日頃の行い、日頃の行い。さんがね、取り戻されてきたということでやっていきましょう。皆さん、初詣とか行きました？お正月らしいことなんかしましたか？私は今回ね、今年あれ、餅焼いて食べたよ。すごい久しぶり。言うて、あれですよ、餅つきとかじゃなくて、スーパーとかに売ってるなんていうの、切ったやつ。こういう四角いトランプぐらいの大きさのやつ。あれを1個、2個焼いてね、お醤油塗って食べた。あ、おじいさんまだ行ってないの？ぜひね、おみくじは引いとこうぜ。おじいさん、行ってないな。だからなんだって話、おみくじ好きなんですね、私ね。一時ね、3年連続で大吉やとかってこう喜んでたんですけどね、なんかね、今日がその次ね、2回続いた。って思って、今日ってあるんやと思ったのが1年目で。2年目は、もう一回今日出たからマジでびっくりして、え、この神社もしかして今日の率高いと思って。神社やったかな、お寺、あ、神社か。ね。びっくりした、ほんと。あ、お寺か。お寺やね。合ってるね。ちょっと寺と神社の違いもわからん無事なんですがね。よろしくお願いいたします。今年は何やったかな、中吉やったと思う。あ、なんか吉と中吉ってなんかどっちが上やっけみたいなってね。え、じゃあ中吉、吉、小吉みたいな、そんな感じだったっけ。ね、中吉は確かにね、多分いいはず。で、吉はね、あれ私中吉やっけ？吉やっけ？吉は小吉よりかはいいはず。確かね。あれみたいなもんよ。なんだっけ？なんだっけ？あれあれ。なんか。未満のこと、なんか弱とか小とかって言わへん？結局それ、足らずみたいなね。100足らずですみたいな。100足らずやったかな、なんだろう。あ、そうなんだ。基地の位置違うんだ。おじじさん、場所によって基地の場所違うって聞いたけど本当？大読みちゃんが呼んでくれる前にコメント見て反応しちゃった。あ、そうなんだ。場所によって地域違うんだ。へえ。やっぱあれなんで、絶対こう、みんな思ったよね。あれ小吉と吉ってどっちが上ですかみたいな。いや、そら、吉より小、大、中、小、来てからの吉でしょみたいなね。いや、そうなんかなみたいなね。やっぱ多分伝わり方でね、絶対違い出てるよね。まあ、それも面白いよね。なんでそうなったのかってね。まあ、多分人為的なミスでしょうけど。まあまあ、いいんです、いいんです。そういうのね、捉えたもん勝ちやから。なんか今日以外は持って帰ってねみたいな書いてたね。いつも大吉以外は、なんていうの、くくってくるものやと思ってたけど。よろしくお願いします。頑張っていこう。次のマッチもいい感じね。さっきライト決まらなかったな。ライト救助決めたいね。久しぶりにね。正月っぽいことな、何したっけな、初詣っぽいことはしたからな、一応な、今年は。でも二礼二拍手一礼だっけ、お参りの仕方。あれは神社に対してするもんだったら、お寺に対してするわけじゃないっていうことでね、今年学びを得たよ、私は。なんか似たような服着てんだ、この子な。あれ？なんか始まったと思ったけど始まってないぞ。なんだったんだ。今の思わせぶりな音なんやったんや。私か？もう一回なった。あ、よかったよかった。始まった。おみくじ
初詣がてらにね、行った時に、さっきお話ししたんやけど、筆の話したんやけどね、筆と出会って。たわし置いてるとこがあってさ、お店で。たわし屋と思って、店をなんとなく、ぶらーっと見てたら、たわし屋さんってあれも筆も扱ってさ、で、テスト、どうぞお試し書きどうぞって、この水で書けるやつで置いてあってさ、久しぶりに筆、あ、まさにこんな感じよ、筆、え、何このステージ、びっくりした、あれか、エイリアンとか。毛筆で書く字のね、楽しさをちょっと、小学生ぶりに思い出したね。いやでも小学校の時別に習字はね、冬休みの宿題でしかなかったからさ、めんどくさっていう気持ちは強かったよね。あーナースちゃんね。よくわからんけどさ、なんか2月ぐらいにひたすら、農政とかさ、そういうのばっか書いてたら、めっちゃみんな挨拶してる。いいじゃん。なかなかシュールよね、小学生。一度目で納税とか税とか出るのって。ちょっとこっちの方に逃げようか。あ、こっち、出口か、これ。やば。一回戻ろう。よしよしよし、いいよ。いっそ戻る作戦いいよ。離れましょうか。あの発電機はちょっとダメやな。うわ、やば、バレた。あんねー、まあまあ多元変したからいいやろ。あの子が追われるか、私が追われた方がワンダメージ入ってないからね、いいと思う。え、どこ行った。あ、やばい、殴られるな、あれ。よしよしよし、ちょっとライト機銃しよう。間に合うか。角度が良くないね。こんにちは。痛い。こんにちは。やばい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 。思ったけどな。あそこは蹴れるか、誰か触った。あ、でも起こしてくれてる、ありがとう。でも無駄にはならなかったと思う。ショズリはもらったぜ。ショズリは譲らんから、私の思いに。痛い。恵んでるから、もしかしたら。あ、テスト開けてるだけだ。あ、いい？お願い。あ、ズサニックついてる？ついてるな。あ、これ何だっけ？骸骨いっぱいのやつ。死の恐怖か。これ確か怪我しといてる人がいるときに発動して遅くなるやつだったっけ？ありがとう、ありがとう。あそこ回そうか。まあ、まだ全然慌てる時間じゃね。ないと思うから、正直一人釣られて一台回ったら十分いいペースやと思うんやけど、どうやろうか。まあ釣られてる張本人が言ってるから何のあれもないけどね。まあまあいいでしょ。ライトの残量もなかなかあるな。めちゃくちゃこれ今年ライトにバッテリー積んできてんな。めちゃくちゃ使う気まんまやな。そんなに電池いらんで、ね、そんなに当てれる自信ないからね。あーごめんね、ここはちょっとつけてろ、とりあえず。タラップ刑事もつけてくれるやろからさ、残り2台になるとだいぶ違うんちゃう？今、あれ、門絶ってどういう位置づけになってましたっけ？おー、なんだ？パターンと開けて。飛んでくる？飛んでくるな。つけちゃおう。発電機あんな。どうしようかな、回そうかな。ね、発生しなかった今。やば。あれ、あれ発
つんけどこ、さっき火花散ってたよね。見にくっ、え、どこ、うわ、ちょっと上にしよう、あ、これか、わかりにくい、これこれやばいね、発電機見つけにくいね、このジャンプで。これ私今一人で回してて、向こうは二人で回してる。まあ2台は、ね、あと1台は来るでしょうよと。私のこれもついて、こんなに固まってないことを祈りつつ。あ、同説が5人も増えてる。ありがとうございます。5人も見てくださって。どうもどうも。改めまして、ムジナと申します。よろしくね。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもどんどんくださいねと。まあ、と言いつつね、もう今日私は喋り通すつもりでおるからね、よかったら黙って聞いておくだけでもいいので、楽しんでってください。お、ええで、ええで、あ、でもあの子、あれ、トンネル掘られてるね。トンネルが悪いわけじゃないと思う。トンネルは全然いいと思うけど。なんとかあの子の代わりにね、助けてあげんと。よいしょ。結構あれやな、回るんが遅くなったね。気のせいかな。そうそうそう。今年の抱負っていうことじゃないんだけどさ。今私英語の勉強ちょっと、頑張ろうかなっていう気持ちになっててさ、皆さんどう？英語喋れる？やっぱ英語って大事と思うのよね。いや、思ってはいるんやけどさ、日本で住んでるとさ、英語なくても過ごせてしまうやん。まあ、それもあるんやけどさ、やっぱこう、外国の方とお話ししたいやん。おうしのぼ、ぎゅーん、早いで。ちょっと真面目に英語をさ、喋れるようになるための英語をちゃんと勉強しようと。今思ってるんですよね。この動画配信とかでもね、そういう、やっぱグローバルな時代やん今。めっちゃ勘だけどね。そういうね、外国の方に向けても配信できるようにやっていきたいわけですよ。うん。あ、まあ、それはついてないけどね。お、ダウンした。これちょっとライト球場狙ってみようか。どっち向き？あ、あっち向き。あ、惜しかったな、今。通ってたね。無理やわ。一回板まで逃げて、どっちをかけていったらや。危ねえ。助けるか。へい。へい。じゃあこの発電機引き継ぐぜ。あの子は初釣りの子やから多分釣られても大丈夫やね。だからその英語喋れる人ってさ、本当教えてほしい。どうやって勉強したの？喋るための勉強が大事よな。どっち向きに行く？どっち向きに行く？お、まだ蹴る？え？なんでまだ蹴るの？あ、蹴り損なった？蹴りキャン？何それ？大丈夫か？メグちゃん一回回復しとくか、それ。蹴り？ラストについてるから、とりあえず付け切ろうか。この間さ、その英語の勉強の動画を見てて思ったのと気づきがあってさ、私なりの勉強法を今見つけて、これいけるんちゃうかなと思ってるのよね。あまりにもひらめきすぎたから、天才かと思ってこう。いやー、何にも、ローワンついてるやん。あ、ダメだ。ごめん。ローワン探せみんな。うわ、やばい、来る。
怖すぎる。怖すぎる。ノーワン探せ、みんなノーワン。ああ、でもあの子3回目か。ごめん、助けに行ってよかった。ああ、ごめん。かつぐね。ノーワンどこ？ノーワンどこ、ノーワンどこ？デザインさん、私もお久しぶりぶりに参加させてもらってもいいですか？あ、もちろんもちろん。私、今下手くそだけど大丈夫やったら全然 OK ですよ。おじじさん、ひえ。ひえだよね、ほんと。うわぁ、ちょっとノーワン探せ、みんなノーワン。あれ、釣らないな。あれ、釣らないぞ。なんで釣らないんだろう、あのラスイッチの子。助けてほしいって。いや、でも、ノーワン潰さない限り、回復しても意味ないよね。だから、とりあえず、あれ。ノーワン見当たらないけど、うわぁ、見られた、今。見られたっぽいぞ。やっぱ、危ね。起こしてあげたけど、あの人に間に合わんね。あぶねえ。いけた？巻いた？起こしてあげたいけど結構距離あるのよな。あ、いけるか。ノーワンどこにあるの？ところで全然ノーワンないんやけど。デザインさん、私もクリスマスからやってないんで大丈夫です。じゃあ大丈夫だ。ブランクな機関車。もうこれノーワン探さずにさ出れるんじゃん。みんなで出口いけると思う。よし、ふふふ、オッケーオッケー、行ってこい。で出口どこ？出口あっち出ててくれる？いける、ワンチャンいけるぞ。ちょっとノーワンの場所わからんかったけど。こっち出口、入ってる？どこどこ？合ってる？この子分かっていってる？さまよってるから、迷子についてってるだけかもしれん。あ、開いてる？開いてる？開いてる？やった！あぶね。出ましょう、このまま。あっちのタラップ刑事がさ、扉開くまでだけ見といていい？あの子やばいな。ちょっとあの子ライト救助するわ。開けた？開けた？開けてる？大丈夫？オッケーオッケー。よしよし、オッケーオッケー。じゃあ出ようか。オッケーオッケーオッケー。よーしよしよしよし。ああ、わかった。わかったよ。なんとか勘を取り戻せてきてる気がする。みんな出たかな？みんな出た。タラップさんもいるね。よしよしよし、ジジイ。ありがとう、キラさんも。いや、白熱しました、私の中では。よいしょ。じゃあ、久しぶりに、あれ、お友達マッチしますか。デザインさん、準備できして突してください。オッケー。なんかみんな、なんていうの、こう言い方あれだけどレベルが低いよね。ご新規さんかな。まあまあ、あのオンラインゲームにおいてね、あの新規ユーザーが入ってくるってのはいいこっちゃで。さあ、デザインさんのスキルデータに私が耐久できるから問題だけどね。よいしょと。こっちからお誘い。あ、来た来た。おい、いらっしゃっせい。久しぶりだね、この感じね。デザインさんだ。あ、しかもメグちゃん使ってる。すごい。このかっこいいな、そのネクタイ。いいな。そんな好きになるんや。よろしくお願いします。好き見てこよう。あれ見えたな。あ、特殊なスキンか。イベントアイテムか、それ。いいなぁ。ね、ないよね。コーディネートってある？ないね、ないよね、これ。デザインさん、これなんか特殊なイベントのやつだぞ、きっと。私がやってない前に。ね、めちゃくちゃサボってたからね。ごめんね。ちょこちょこやっていきますからね、ゲームもね。うん。どうしてもさ、時間ないないって言ってますけど、本当にないのかと言われると、隙間時間はあるなと思います。なんじゃやれよ、じゃね。やっていきましょう。お、ヒロさん、どうもどうも、こんばんは。TKG、ヒロロさん、ムジナさん。
こんばんは。お越しになりました。フェイスレッドハートシェイプ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 。あ、ヒロさん出来上がってるね、これ。酔っ払ってらっしゃると。私も今日はちょっと飲みながらやからね。TKG、ヒロロさん、2024年も飲んだくれ最高だよ。よろしくお願いします。もう皆さん、毎回配信来てくださって、私の配信、ひと月ぶりやのに。ヒロさん、こんばんは。すごいよね。みんな見逃さないよね。ちょっと私、おじじさん、わらわら。すごいな。引いてないよ。TKG、毎回来るのはすごいなと思ってます。わらわら、絵文字たくさんごめんだよ。わら。ありがとうございます。デザインさん、酔ってる笑み。そうヒロさん、今日ね、ピロロさん、こんばんは。私ね、夕方5時半ぐらいに、みんなにもこの話ねしてるから今5回目ぐらいなんやけど、夕方5時半ぐらいにね、配信せずにちょっと練習しようと思ってデッドバー立ち上げて、じゃあもう今日ってランクリセットの日やん。で、5時半っつったらランクリセット直前やったんですけど、 TKG、ヒロロさん、デザお時間、1ヶ月ぶりぐらいに立ち上げて、久しぶりにやろうと思って立ち上げた初戦にさ、紙飛行機022235ってさ、この名前見たことあると思って、でもどうせ偽物やろと思って、でも自分の過去動画そういえばやってたなと思って見たらさ、あの本物の栄光豪さんでしたわ。びっくりした一応ね、録画はしてたんやけどね、ただ私あの1ヶ月ぶりのあのあれなんですよ、待っちゃったからさ、 TKG、 ヒロロさん、ボタン操作すらできない状態ボロッボロのボロッボロでさ、あれはもう永遠のお蔵入りやな。エイコーさんもね、配信はしてなかったんで、いや申し訳ないプレイしてしまったな。もうちょっとかっこいい感じでやりたかったんだけどね、エイコーさんにすら多分マッチ内でも合ってないと思うな。まあそんなわけでね、一年の出だしでございますが、やっていきましょう。いいことあるね、きっとね。うんうん、TKG、ヒロロさん、すごいね、ほんとラッキーですわ。ラッキーなんやけど、なんていうのかな、まあラッキーなんやけど、こう1マッチ目かってね、もう2マッチ目やったらもうちょっとね、もうちょっと私動けてたと思うねね、いかいか。でもほらね、チャンスの神様ってほら前髪しかないって言うじゃないですか。前から来た時にね、しっかり掴めと、後ろから追っかけても後ろはハゲてるから掴めへんぞと、どうして掴む場所は頭限定なのかといろいろ思うところはあるけどね、まあまあちゃんと備えあれば憂いなしっていうことやね。 TKG、 ヒロロさん、そだね、エンジンかかってなかったかな。そうそう、エンジンやっと今ね温まってきたところです。お酒も飲み始めてね。まあまあでも言うてね、全部ここやっぱ万全の準備しとかないかんからね。うは、今日はねハイボールも飲みながらやっております。まあそんなわけでね、次に栄光さんが来た時は前髪ワシッと掴めるようにね、やっていこうと思ってる。さあよろしくお願いします。今日ね、久しぶりにデザインさんとね、お久しぶりマッチしてるんでね、よろしくお願いします。あ、このレベカちゃん強い。私と同じぐらいのレベルある。強い。いや別にね、回ってたら強いってわけじゃないからね、デザインさんもこれ、擬態やからな。そんなわけないやろ、デザインさんの力。やっていきましょう。ここじゃ測れないからね。TKG、ヒロロさん、エイコー・ジオウさんの前髪。そう、前髪をワッシーって掴むからね。やっていきましょう。うん、配信もね、まあまあ、毎回やるたびに頻度上げます、頻度や上げますって嘘ばっかついてるけどね。まあまあ、気持ちはあります。TKG、ヒロロさん、ムジナさん、デザインさん、行ってらっしゃいませ。いろいろ試みていきたいところね、気楽にね。やってたらそのうち気づくこともね、きっとあるやろうから。でも思ったんですけどね、このぐらいの時間帯、私もあの、うわ、なんでめくれへんの、怖いんやけどなんか持ってきてるぞキラーさん。このぐらいの時間帯さ、私もなんかふと YouTube 見たくなってさ、こう見るやん、つけるやん。でもやっぱライブ配信やってる人ってあんまこの時間おらんのよね。だからこの時間もね、私の時間ということでね、占領しようと思った。うん。TKG、ヒロロさん、メメンチョ。
メメンチョだよね、これね。メメンチョする気の人だね。なんかこう、殺気高いね、今回のキラーね。みんなね。やりに来てんな。やべえな。ちゃんと逃げないとね。メメントだけは嫌だぞ。まあまあ、取れ高が取れるかもしれんっていう期待はあるけどね。今んとこ、所詮は敗退したような気がするけど、なんとなく逃げれてるね。脱出できてるね。いい調子、いい調子。ちょっと米を集めましょう。あやたいまではいけないけどね。このゲームなんか、まっすぐできてもあやたい取るのに10時間とか20時間とかかかってるらしいよね。誰かが言ってたけど。ね、毎月毎月ね、10時間20時間は絶対にプレイする、みたいなね。最短でそれやからな。正気の沙汰ではないぜ。でもすごいね、こんだけ流行ってるっていうか、もう1年前とかやもんな、この配信で同じような感じでやってるけど。全然ね、廃れずやってってのはいいこっちゃで。お、来た。発電機あったよ。おじじさん、いや、小学校。小学校、久しぶり。回す回そう。お、デザインさんが今提出してるわ。あ、で、ドクターね、なるほどね。デザインさんもね、久しぶりのプレイヤーって言ってましたね。クリスマスぶりって言ってました。だから、2週間、3週間じゃ食ってるか。でしょ、お、でもナイチナイチ、ロングチェイスですよ。行くって言ったら、イベントアイテム持ってるから、ハロウィンやって。お、着くよ、もう。OKOK、ナイチナイチ。え、そこ割る？投げ返したんか。TKG、ヒロロさん、ナイチ。羽生えてるね、デザインさん。よし。すかさず。あれか、向こうでダウンしてる。今、正気に戻ったね、デザインさんね。オッケー、行こう行こう。発電機あるよ。あ、そうかな。とりあえず、あの子が所属を受けましたと。で、2階ここ2階だよね。2階に発電機が。お、お、お、オッケー、全然オッケー。助けに行こうと思って、手を離した瞬間にスキルチェックが来たと見た。行ってんな。あ、行ったな。あの人が停止してくれてるから、おー、ここ2階だったわ。で、デザインさんが今救助したレベッカちゃん。で、下をこうやってテレビ板倒さない。そうそう、懐かしいな。この、なんか実況してるね、私ね、ゲームをね。あの人を追いかけていく。板倒す。ダメージ受けてから倒す派じゃない人やね。こうやってね。あ、デザインさん戻ってきた。あっち逃げていく。いくらが向こうの方に行ってるね。1階も走ってるぞ。覚えて。全体を把握して、この情報処理能力が壊れるゲームやから、で、そういうゲームやから。で、2階上がってきてダウンした。で、担がれる。はいはい。で、今2階の発電機は、これ2個目かな？そうそう、1階とか回した方がいい？うわー、言うてる。2階担がれる。助けに行きたい。レベカちゃんの近くにおる。私、レベカちゃん殴られる。ちょっと助けに行こうか。うわ、やばい。キャンプしてる？レベカちゃん追っかけてるね。チャンスチャンス。戻ってこんやろな。戻ってきそうやな。発電機回ってるね、ここ。叩かれてないんや。直そう。じゃあちょっと正気戻ってから直すな。これ2階に、でもここつけたら3台2階ついちゃうのか。どうなんやろ、それって。固まりすぎ？あんま回してやんほうがいいな。TKG、ヒロロさん、無事流してに行く。私はビールを飲む。ヒロさんも相変わらずビールが進んでるようで。オッケーオッケー。私、下回しに行こうかな。下で今、なんか誰か回してた。あれ、デザインされた。でも、釣られてるから、ちょっと助けに行こうか。助けに行きたいけど、このまま行ったら多分、正面衝突するよね。いや、バレた。で、ちょっとチェイスを買おう。来ないか？あれ、来ない？
来ないんだ。とりあえず助けに行く。やっほー。危ない。この子に釣りを受けている。早くしようか。なんかみんなあれやな、賞金、敵来るの早いやな。待ってるわ。やばい、逃げた方がいいよ。あ、これちょっとライト救助した方がいいな。TKG、ヒロロさん、ナイス救助。あ、いかん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 。あ、そうです、忘れてた。あれあれ、あれあれ。持ってきてましたね、この人ね。メメンチョ持ってきてたよね。あはー、メメンチョされたい。そうでした。メメンチョ持ってきてたの、この人。残り2台です。上が3台ついたのかな？ヒロロさん、メメンチョだよ。メメンチョだよ。ここにあるね。まあ、そうか。デザインさん元気で一人追われてる。どこで追われてるんだろう。とりあえず私はもうここを回し切ることに全集中。合ってるかな、この判断。まあまあ合ってるでしょ。うん、多分大丈夫。 OK。 おっと、ダウンした。2階のあそこでダウンして、よいしょ。もう発電機どっちにあるのかな。向こう側も回したい。あの廊下に地点あったよね、確かに、下のところ。なんかドクドク行ってんな。来るか。ここまで来るってことは相当離れるから、私がね、ヘイトを買って近所に走れるか。あ、助けに来た。ナイスナイス。あそこに2人、デザインさんと2人おること。で、信用しないから多分あっちの方でも追われてはいないんだ。あ、あそこに貼っといてあるのね。大丈夫？それこっち来てる？うわ、やばい。早めに倒すよ。あ、やばい。やばいな。痛いな。やばいやばい。これはダウンする。倒す倒す。無理でした。デザインさんとか好きそうやね。あそこ行きたいか。2階の上の方を回してくれてたからさ、そこも着くんじゃないかな。よしよし。ちゃんと周りが見える子になってきた。デザインさんはあそこね。で、この人植え付けてたあそこもまあまあ回ってるぞと。減ってないよね、多分ね。あ、デザインさんナイス。助けに行ってくれてる？ありがたし。賞金に戻らんといかんな。ありがとうございます。来た。来てる来てる。あ、やば、倒してる。あの人、3回目やな。やばい。あ、やばい。あ、やばい。止めなかった。あの人、3回目やから助けてあげて。おい、どこ行った？あれ、全ダウン狙ってるの、先生。ありがとう。やばい、正気をどっかで取り戻さないとまずい。おい、痛い。見えなかった。痛い。あ、いかん。メメントされてる。しっかりメメントされてる、二人目。逃げてー、デザインさん逃げてー。あ、逃げて逃げて。メメントされちゃう。やば。殺意が高いキラーでしたね。逃げて逃げて。こっから長いよ、デザインさん。プレッシャーをかける。よしよしよし。メメンチョされちゃう？多分水しないとメメンチョされないやつやと思うけど。
プルズ全さんと合流したかったーい。TKG、ヒロロさん、電気治療意識の高いドクターさん。で、ビリビリしてるもんさ、もう、放電しまくりやな。いやーごめんね。これちょっと、これあのさ、もがいた方が、あ、もがくしかなかった。あ、水でいいか。はははは。ちょっと待って、これ、自害するには放置が一番。ワンチャン、ワンチャン、ハッチガーイハッチガーイ、勝てた。あー、じゃあもうこれで、よいしょ。できるだけ耐えよう。これ、フェイキャン対策。あ、ワンチャン ?4 回分抜けるんちゃうあれ、もしかして。あ、なんかワンチャンあるんや。あー、その猶予だけ生かされるのね。なるほどね。こんな感じになるのね。あれ、デザインさんみたいに最後つられた人さ、地獄のような空気よね。いや、あれ、もがくしかないもんな。しかも抜けても目の前に待機してるよ、キラー。あー、ありがとうございます。TKG、ヒロロさん、あー、ナイファイです。いや、惜しかった、惜しかった。あと1台でしたね。米は順調に集まってますよ。あー、持ってきてんな。ウルレアやな。ミスジしたらやれるやつやな。しっかり、しっかりね、二人分やっつけていきましたね。おじじさん、NF。ありがとうございます。さてさて、しかし皆さん、あれよね、お正月休みとか満喫できました?年末年始、そして、成人の日かな ?3 連休あったよね。でも、あっという間よね、あれね。来る前はすごい楽しみにして過ごしてるんやけどさ。いざ迎えたらさ、スーってなくなるよ。スーって。あったって。休みのこと忘れてるもんな。もう、次の休みが楽しみです。次の休みいつやろ。あ、2月はなんか祝日が2個ぐらいあったな。頑張って行きましょう。あんまりね、先々の予定を見ちゃうと、その、休みのネタバレになるから見てないんだけどね。まあ、今回は祝日がええ感じの位置におるわ、みたいなね。確認しながら、それだけを楽しみに来月を迎える。まあ、まだ今月半分残ってるけどな。まあでもやることがぎっちぎちに詰まってるんで、もう今月は終わってしまったようなもんなんですよ。感覚としてはね。粛々とやっていくだけだから。まあでも、そんな中でもね、配信のスケジュール組んだりしてね。そうやね、それを楽しみにやっていこうか。おじじさん、参加しようかな。ぜひぜひ。下手っちょで受けたら、よかったらどうぞどうぞ。もうその、今日はね、解禁してますんで。解禁。リハビリも兼ねてですけどね。いや、しかしまだ、今のところライト救助一回もできてないよね。難しいね、ライトね。なんか久しぶりにデドバのことしだすとさ、YouTube 欄もデドバの動画とかがなんかおすすめで上がってきだして、ね、やりよるな、Google のアルゴリズムと思いながら見てるんですけど。でもマップの覚え方とかね、やっぱすごいね、ほんとガチでやってる人って真面目に勉強してらっしゃるもんね。未だにパークスはね、あんまり覚えきってないからほんと申し訳ないけど。まあまあ、ゲームは感覚で楽しむ派なんで、うん。ちょっと電池、ちょっともったいないから、この辺にしとこうかな。こういう感じにしとこうかな。ちょっと節電に走るな。あ、懐中電灯もだいぶ足りなくなってきてんな。ちょっとパーク構成変えていいですか?それ行こうかな。これもなんかハロウィンランチボックスもなくなってきてたらな。こっちにしようかな。これちょっとね、難しいよ。だから、できるかな。これ、あざむき構成ね。すばしずマッコとあざむき入れて、あと耐久設計持ってて、セルケアが外れるので。TKG、ね、ヒロロさん、おじじさんも頑張って。あれあれ、何?回復アイテムで回復するの。あ、おじじさんも、あ、おあ、こんにちは。これ、おじじさん?やらんずーって書いてるけど。こんにちは。ヤランドゥさん入りました。これ、おじじさん?
おじさん今年はギャランドゥで行くんかな、入ってこへん。あ、やばい人入ってきた。これおじさんなんかな。すごいほら見て、デザインさんもさ、ちょっと気まずくて目合わせてへんもん。すっ、あ、やばい人来た。すっ、すっ、準備完了した。多分おじさんと思う。まあいいでしょう、やっていきましょう。まあまあ、あの、フレンドにおるっちゅうことはね、誰かしらがね、ズーム会議に知らん人入ってきたら、こんなんびっくりするけどね、間違えてますよ、みたいな。おじいさん、今日こっちの路線に行くのね。おじさんです。わら。ヤランドゥってさ、ここに、この辺のさ、ちょっとギリギリのとこに生えてるおっけけのことやね。TKG、ヒロロさん、おじじさん、むなげちゃんさん、の時もあった。あ、そうなの？あ、ちょっとギャランドゥというか、これモンサムサアフロさんやけど。やっていきましょう。昔さ、これ知ってる人おるかな？あの、スクライドっていうアニメ知ってます？スクライド。なんかね、あの、絵柄見たらね、見たことある。うわ、妖精ちゃんだ！あ、キャベツちゃんだ！懐かしい。なんかそんな会話してた気がするな。スクライドっていうアニメでね、こうなんか、あの、まあ、あるんですよ。こう自分に特殊能力が宿ってね、アルター能力言うて、こう右腕がこう化け物みたいなかっこいい感じになる主人公のね話なんやけど、まあ、それはもう中二心をくっちょこ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 するような、ね、そういう設定のアニメなんですけど、あれの漫画版がさあって、なんかラスボスに近いキャラのね名前がなんかギャランドゥだったんだよね。衝撃でさ、アニメ版ではあれね、あのなんか名前明かされないんだよね、多分ね。白と黒のアルター使いを知らないかみたいな探してるんだけどさ、親の仇みたいな感じで。アニメ版だとさ、アニメ版だとそうなのに、漫画版だとギャランドゥっていうの、そのもうギャグ要素が強くてさ、しかもそのね、当時も小学校、中学校とかいう子にギャランドゥって言われてもわからないよね。ギャランドゥって何やろ？もう謎を深める単語の一つです、ギャランドゥって。大丈夫かな？あんまりギャランドゥって放送、禁止用語ちゃうよね。大丈夫ね。ギリギリセーフよね。テレビにも映るしな。いけるね。なんかそんな歌があった気がするな。西城秀樹とか、なんか、毛深い系多くなったりじゃん。なんか、レザーさんも寄せに行ってんのかな。できるだけ自分の中のギャランドゥを探しに行ってんのかな。よいしょ。さあやっていこう。おじいさんもあれ結構出る場とかはやり続けてるの？しかもそれとも最近ご無沙汰なのかな。TKG ヒロロさん、へそげって思ってるギャランド。あ、そうそう、私もそう。胸毛よりは下ね、そっちよりは上みたいな、そんな位置かなと思ってます。じゃあ胸毛ってなんて言うんだよ。ギャランドゥなのか、なんかそのギャランとドゥのどっちが残るのか自体で。で、胸毛、日本語で言ったら毛じゃないですか。なんか、なんとか毛とかね。あの、なんとかの毛って書いて、ね、あの、体毛を指すけどさ、ドゥなのか。ちょっとチャレンジ選んでなかった気がする。選んどこ。おじじさん、ギャランドゥおけげはユーミンがラジオで言ったのが発祥らしいです。お、ユーミン、ギャランドゥおけげユーミンがラジオで、へえ、そうなんだ。ユーミンが言うなら間違いないやろ。なんでギャランドゥなんやろ、いいんだよね。あ、なにこれ、こんなん選べるやん。あ、これか、なんかみんな貼ってる人おるなと思ったら、なんか持ってる、キャンプファイヤー持ってたわ、つけとこう。あ、なんか始まった。TKG、ヒロロさん、そうなんだ。そういえば、知らなんだ。ユーミンさんってラジオやってたよね。あの、なんか私も昔、車で、仕事中にね、車でうろうろする仕事してた時に、あの、3時ぐらいとかね、あの、まあ、定番のラジオってあるんですよ。
ユーミンラジオ、ユーミンなんとか、うん、あった気がする。よく聞いてた。あの声すごいね。やっぱ声かっこいい人っていいよね。私も一応配信者で、まあ声変えてるけどさ。ね、ああいう、まあ喋りもそうやし、声もそうやしね。あんだけ喋れるようになりたいわ。あのラジオね、曲挟みながらやけど、やっぱ面白いもんね、トークがね。あとお便りね。まあ、こうそういう意味ではこの YouTube も似たような感じですけどね。聞いてる人からこう。TKG、ヒロロさん、オールナイト日本かな。それをネタにする。私ね、オールナイト日本ってあんま聞いたことなくて、なんか、伊集院さんとか、ナイティナインさんとか、そのあたり。おじじさん、ね、西城秀樹の曲名から、本人のへそ毛のことをギャランドって言ったみたいですね、知らんけど。あ、やっぱそうよね。なんか西城秀樹さんの、なんかギャランドゥーみたいな歌があった気がするのよね。ギャランドゥーみたいな。そうだな。でもあれなんだ。ユーミンが命名してるんだ。へえ、すごいね。その辺多分、ね、明言されてなかったかな。まあ当時ね、インターネットとかもそんなに強くない時代やからさ、やっぱ人捨てに聞くっていうのが一番情報としてね、影響力あったんかもしれんね。さあやっていこうか。今日は3人パーティーで1人ノラさんでございますね。懐かしいね、この構成ね。やっていこう。ごめん、ノラの人の名前見てなかった。なんか名前伏せ字になってたな。文字化けかな。中国とかそういう感じかな。あ、そうそう。こないださ、あの、こないだというかだいぶ前だけど、配信してたら、キラーさんかな。キラーさんが中国の方でさ、でなんか、コメント欄に遊びに来てくれたんやったかな。なんかして、あの、きっかけできて、なんとか友達になろうと、あーだこーだやりとりしたんですよ。そしたらなんか、ツイッターかな、今で言う X か、とかでフォローし合ったりとかしてくれたみたいで、なんかあの、Google 翻訳の機能でね、全部中国語に訳してもらって、ペタペタ貼ってやりとりしてたんやけど、いいよね。ああいうさ、翻訳機能、ほんとすごい、まだなさ、すごいなと思って。でね、それを使って今ちょっと英語の勉強しようと思ってね、今私の中で新たな試みをね、あの、してってるんで、またね、余裕があったら配信するわ。配信しながら勉強しよう。一応サブチャンネル全然もうメインチャンネル以上に更新してないけど、あて、勉強チャンネルやからさ、うん。まあちょっとメインの方でもね、ちょこちょこやってみるわ。と、毎回言ってるけど、やらないのまでね、有名なムジナさんですけどね。まあ、今年のテーマは有言実行とかね、どんどん、ね、とりあえず言っていこう。量が高い。あ、やってるな。やってるな、これ。やば。あ、いた！やばいな、これは。まず声に逃げましょう。え？見逃してくれる？そうはいかんか。まずい！まずい！ミスった！ごめん！すべてが裏目ったな、今。けそう。あ、もう無理か。ごめん。そんなにフック遠くあった。あれ誰やろ、デザインさんかな。デザインさんっぽいね、あの隠密行動。あそこは2人で回してる。あ、違うな、それぞれか。あ、ナイス。で、それぞれでもうすぐ2台つきそうな感じ。いい感じに離れてるね。おぉ、キャンプする？あ、あ、あれこれか。フェイキャン対策のやつや。たまれたまれ。おぉ、安心感。ナイス安心感。ありがたい。あ、ナイス、ナイス。あ、帰ってくるな、これ。
さあどう抜けるか。怖すぎ。いる、大丈夫これ。怖いんやけど。あれね、なんだっけ、ナースコードは持ってなさそうやね。あぶねえ、ナースコード持ってたらやられてたね。あー、危なかった。オッケー、パフ、うるせえ、これ。やば。逃げ逃げ。朝向き持ってるか。あいた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 、やばい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 。怖すぎる。ずさ肉ついてないよね。大丈夫ね。お、え、何の音今の。あ、そういうこと。はいはいはい。落ちたらボットになるんやね。初めて見たわ。プロちゃん落ちちゃった。これ私耐久設計持ってるからさ。ちょっと耐久設計で直すわ。あ、そうや。これね、落ちてもボットになる仕様になったと聞いたけど。初めて見た。TKG、ヒロロさん、私も参加したいけど、今日は5時起きだったので、そろそろ、活動限界がお布団に入って、皆さんの活躍を見守ってます。また明日はゆっくりできるんですね。今日はお疲れ様でした。ゆっくり休んで。つけといてくれてありがとうございます。さあ、ヒロさんが、眠りに入りながら見てくれてるか。みんな頑張るよ。できるだけ静かに。TKG、ヒロロさん、ボット優秀だよ。私より上手。あ、そうなの、ね、なかなか動けるボットなんですね。やば。あれか、なんだっけこれ。この、妨害されるやつ。堕落じゃないや。これが一番進んでたか。これもついてるよね、多分ね。ついてるな。これつけたいけど、これつけたら固まるんちゃうかな。あ、そうそうそう、デッドロック、それ。あ、うろうろしてる。あれ、うろうろしてるよね。あ、溶けたね。おー、で、なんか壊されたぞ。ヒロロさん、デッドロック。ちょっといいぞ。あっちに引き取られて向こうに行ったぞ。あ、あれだ。いいよ、いいよ。いいよ。ナイチナイチよ。今の服装はデザインだかな。いいよ。いいよ。あ、やばい、やっとった。ごめん、ごめん、ごめん。来るから。飛んできそうやな。飛んでくるな。逃げよう。危ねえ。上行きましょう。痛い。おう、殴られてる。これ多分、回復量足りないから、ロッカーの近くに行きたいな。あるな、ロッカー。ここで行こう。ここで一回回復しよう。で、ずさん肉がついてないのはすごいですね。なんか骨折れてるけど、それは別に構わない。あ、骨折れマークついてるからか。だから救急箱ちょっとなんか物足りないなと思ったら、そういうことね。OK。で、ちょっと入って、耐久設計。これで、ね、次 66% かな。いや、この隠れはバレてへんやろ。大丈夫やね。
ッケーオッケー。で、回復しよう。いいぞ。で、次はもう一回ぐらい回復は多分できるんで、耐久設計 33% 残ってるからね。うるせえ、不平はうるせえ。さあさ、ここはもうついてて、これなんだっけ、なんか、なんだっけな、これ。もう全部忘れたわ。恵みの効果。減ったな。これ、これか。マスマス。よし、あぶねえ。いいよ。デザインさん回してる。いいよ。TKG、ヒロロさん、ダウンして放置されたら起き上がれるやつ。なるほど、起き上がれるやつだ。オッケー。あ、ちょっと、こっちか。そこでダウンしたのはギャランドゥさんでと。よいしょ、それじゃあ開けようか。あー、おじじさん。ちょっとお残しにしとこうかな。あっちか、あそこやね、扉ね。はい、ちょっと残し。ここナイス球場。開けに行こう。おじいさんがトンネル掘られてる。どっち逃げたかな。あっち開けた方がよかったな。おじいさんが壁に入ってるっぽい感じするぞ。あ、今私ライト持ってる気持ちだったけど持ってないわ。押してて。ちょっとここ開けて、まあ、おー、グリーン、グリーン。ちょっとやっていい？触っていい？あ、消えてもた。あ、なんか、パタパタ走ってる人いた。おじいさんや。で、デザインさんとこや。TKG、ヒロロさん、グリフの落とした。グリフね、一瞬出て消えちゃいました。誰かに触られたんかな。なんか条件あるやろな。デザインさんも回復してるな。余裕がある。あお、ダウンでも出れる。なるほど。オッケー、行きましょう。いやー、危なかった。TKG、ヒロロさん、ボットさんもこれ出れるから。ボットも一応脱出する気で動くやろか。ジジイよ、ありがとうございました。よかったよかった。無事出れたね。なんだっけ、フック、吊るされるか、発電機修理完了タイミング通っても出現位置に、グリフ。究極、あ、なるほど、扉が、あ、わずかな時間がかかる。TKG、ヒロロさん、ボット、すぐ脱出するの。あ、ボットはやっぱ、すぐ出ますよね。まあ、そういう風にプログラムされてるやろな。あれ、ボットがなんか出れてないのしかしら。GG、ありがとう。これ、ボットか。ボットっぽいですね。え、カラスめっちゃ鳴くの？ボットって。TKG、ヒロロさん、GG。ちょっとボットの動き見てていいですか？全然出んやん、この人。このボット。煽るやん？左よ。右。どこ行っきょ。ちょっと待って。ボットさん、めちゃくちゃ煽るやん。いけいけ、出れる出れる。ほら、もう見えてるやん。そう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 。はいはいはい。オッケーオッケー。まっすぐ行くよね。よかったね、出れて。ボット GG、ありがとうございます。デザインさん、GG。これで多分、キラーさんにもメッセージが届くはず。オッケー。初めて見た後、ボットってやつを。なかなかの性能なんやね。へぇ。まあでも、いいよね。走り回ってくれるだけ、おとりになってありがたいですよね。いなくなるよりかはね。よいしょ。今日お酒が進みますね。あまり飲みすぎないようにね。あと一杯だけね。ウイスキーちょろちょろ。ちょろ。オッケー。デザインさん、ボットくん優秀なんですよね。そうなんだ。すごいね。ああいうの、プログラミングとかできる人、ほんといいよね。かっこいいと思います。やってみたいわ。
昔なんだっけな、大学かなんかの授業でさ、そういう基礎的なことしかやらん授業でプログラミングの入門的なやつやってみましたけどね、当時は Python とかやったっけね。根気がいるよね、あれ。ほんと、もうコンピューターってさ、あ、それエラーですみたいな。え、なんでみたいな。いや、それエラーなんでみたいな。うん、いや、なんで何が止まった、なんかこの行がおかしいみたいです。でもそれエラーなんで、はい、すいません、受け付けてません、はい、すいません。淡白なんでね、なんかこう、え、なんでみたいな感じなんだけど、今でもチャット GPT だっけ、ああいうのでプログラミングも書けるらしいじゃないですか。すごいよね、時代は進んだね。まあでも確かにね、10年20年前では考えられんような時代になったもんな。ほらね、長生きせないかんね。あと20年したら何ができてるのかな。ね、もうそれこそね、老後に向けてね、どのゲームを楽しむかやからね。私思うんですけど、老後にゲームを楽しむ上で何が大事かって、お目目だと思うの、お目目。老眼になったりさ、白内障とかさ、目が見えなくってなったらもう空あかんからさ、どんなゲームでもさ、やっぱ目は使うでしょ？これやっぱ目は大事にせないかねえなと思って。もちろんね、手足もね、大事やし、寝たきりにならんのが一番ですけど、やっぱ目と手やな。目と手。これ大事にせんとゲームできんくなるから。TKG、ヒロロさん、老後たくさんゲームしたい。ね、老後にね、ずっとゲームして過ごしていたい。でもなかなか、うわ、すごいギャランドゥだ。これぞギャランドゥよ。なんで隠してたの。いや、なんで隠してたんじゃない。なんで出してるんって話か。これやな。これがメインキャラやで、これ。絶対そうや。めっちゃ力入れてるわ、おじいさん、これ。名前が先か、こっちの。スキンが先かってね、それはちょっと悩ましいとる。推測の余地あるけどね、これは。すごいね、めちゃくちゃ露出したい派と、一切肌を出さないスタイルのデザインさん。でも待って、サンダルや。ちょっと待って。これね、面白いね、これ。もう服装もあれやけどさ。あ、でも見て、ちゃんとタコ開けてる。お正月仕様になってる、これ。すごい。なかった。でも足サンダルなんや。寒いでそれね。 TKG ヒロロさん、そのフェリックスバチコリかっこいい。私も買っちゃってめでている。あ、そうなんや。ヒロさんもこれはドストライクだよね。でもかっこいいよね。これなんつうの、イケオジ、悪イケオジって感じするよね。ちょい悪か、ちょい悪い気持ち。あ、ズボン履き直した。あ、靴履いてる。デサイさんが指摘を気にして靴履き直してる。あ、上も変わってる。おじじさん、これを使うために名前変えました。あ、そうだ。わら。こっちがメインだよね。名前ってさ、あれだっけ。あ、今更ながらなんですけどね、名前ってダブっても大丈夫だよ、だっけ。紙飛行機さんとさ、ブッキングしたけど、TKG、あの名前果たして本物だったのかな。おじじさん、そうなんだ。似た名前使えるんだったらね、わからんやん、みたいな。まあまあまあ、やっていきましょう。その道ね、本物だろうが、偽物だろうが、確認する術ないし、どの道、ひどいプレイだったっては変わらんからね。やっていこう。今回の構成もこれね、スバシズマッコウね、これ楽しいのよね。マッコウ勝負があるからさ。この構成私は結構おすすめです。まあ、回復手段としてやっぱ医療キット持ってきちゃうからさ、ライトが持てないのが、そのね、相手なんだ。うーちょ、で、回復しない。間違えちゃった。危ないね。あいつもいいか、ドワイトになってる。さあ、やっていきましょう。
プラーです。お、あ、やばい。一枚めくれなかったよ、これ。やばいね。イベント期間中だとさ、キラーさんもイベントアイテム耐えてくれるけどさ、ヒロロさん、行ってらっしゃい。そうじゃないとガッツリなんかメメントしに来るから怖いよね。まあ、今何のイベントもやってないよね。おじじさん、あ、やばい、おじじさんも刺した？やばいよ、これ。私ライトないからね、助ける手段ないよ、これ。頑張ろうね。みんな自分の身は自分で守ろうね。それ、そのまんまね、特大ブーメランで帰ってくるから、自分にな。自分で守ろう、頑張ろう。ね、さっきデザインさんにね、安心感させてもらっといて言うのもあれやけど、頑張りましょう。そうそう、さっき言ったっけ？言ったな。英語の勉強しようと思ってて、うん、頑張って今やってる。でさ、やろうと思って、ヒロロさん、めめ。いい方法を私の中で思いついたけど、その Google 翻訳を使ってさ、訳すじゃん。で、訳した後に同じ文章をね、Google 翻訳の文字入力英語版でやるのよ。そうするとね、発音の練習できるじゃんって気づいて、あ、ここめっちゃ懐かしい。こんなステージあったよねって感じなんだけど。え、なんか、ミュイーって言ってるな。なんだっけ、あれ。ブライトさん。この辺発電機なんか一人用のなかったっけ？このステージさ、めったに出くわさなくない？ここね。なんか昔は結構あったけどさ、新しいとこになってから全然合わなくなったけど、やっぱあったよね、これ、このステージ。これなんてステージ？研究所？研究所のパターンが違うやつ？この一人用発電機ね。あ、デザインさんとおじいさんが同時に呼ばれてる。近いな、ドクドク行ってんな。とりあえず、おじいさんの、ジェイスを信じて頑張る。で、あ、やってた、やってた。あれがついてるね。堕落じゃねえや。遅くなるやつ。もう全然思い出せないや。破滅か。破滅がついてるね。破滅って今強いのかな？弱体化したよね。多分ね。だいぶ前にね。あれ、おじいさん、叫ばなかったな。無言で釣られたぞ。あ、これ、クズだ。何これ、私なんか汁ついたんやけど。隠れていい？何これ、なんか、どん底みたいになってる。おらんくなったか。ここだけは回しときたい。あれ、なんか、押せへん。大丈夫かな。よくよく強いよ。怖いよ。もう本当は救助に行った方がいいな。行こう。うわ、めちゃくちゃ高いとこから。あー、落ちた。おーいと。助けてくれてました。やばい。すごく無駄なムーブをかました。どうだろう、上かな、ここら辺。あ、これか。ここなのね。よいしょ。OK。ついたよ。なんだこの微調ってつくの。なんなんこれ。傾きたい。傾きたい。傾きたい。なんだこのスペース。さあさあ。無駄にね。ちょっと野良の方が追われてるね。大事大事よ。隣に回そう、しっかり。なんかベトベトとしたのがつくと足遅くなるね。オッケー、2個目つくよ。固まらんから、まあまあまだ固まるとかは考えなくていいよねってね。上と下つけただけやもん。
マイチやね。レベッカちゃん巻いたね。ナイスナイス。もう早速発射いく。怪我した状態で、ね。なんと勇敢な。あ、そっか。壊れてんのか。レベッカちゃん助けに行こうか。なんだこれ、細菌室みたいになってる。レベッカちゃんの姿が見えない。声忘れども姿は見えず。あそこか。へいへい。へいへい、直さないか。直さないの？いらない？傾いてみたり。あんまり効果なかったか。ジャンプしてる？音近いもんな。ごめん、無駄に板を使った。めちゃくちゃ恵んでるな、これ。大丈夫かな？殴られたら。助け損なったかな？こんだけやったらフェイスキャンプさすがに溜まってない？近くにおると溜まらんだっけ？あ、デザインさんごめん。パプー。おう。どこをサッサッしてるの私。デザインさんがやばい。あーやばい。あとメメント持ってきてたっけ。あーメメントする気や。やべ、のんびりデザインさん見てる場合じゃなかった。やばい。デザインさんの胸からなんかパーンってパーンってなんか出てた。デザインさん、めめられちゃってな。ありがとうございます。ロッカーがない。ここロッカーが欲しい。ロッカー、ロッカー。
いのをガーッと。この上発電機ついてるね。ここ懐かしいな。こんなステージあったよね。なんかね、こんなステージあった気がするなとずっと思ってたけどさ、なかなか出くわさんか。気のせいやったのかなと思ってたけど、あったね。オッケー。オッケー、パプーン。よいしょ。発電機どこぞ。あったあった。いるね。壊す壊す。こっち何もなさそう。あ、やべえ、絶対見つかった。あ、いけた？いけた、ラッキー。オッケーオッケー。ラッキー、あぶねえ。真っ向勝負あるよ。めちゃくちゃ危なかったな、今。え？と思ったよな、向こうな。ああ、よかった。死んだと思ったわ。デザインさん、え？エミ。そう。めちゃくちゃチキンプレイしてる、ごめん。ちょっと待って、ちょっと直すから、直すから。めちゃくちゃお腹痛い子になったの。トイレに入って出て、あー、やっぱいかんわ。もう一回、もう一回ちょっと入ろうって、ね。危なかったね。今、すばしずで入ったからさ、気づかれなかっただけやね。あ、やべ。なんかこれ近くと、近くでドーンされるとあれするやな。真っ向勝負あるけど行く？行かない。まだ行かない。まだ行かない。すごい我慢してる。回復しよう。とりあえず回復しよう。全く動けてない。あっちの方になんか発電機あるっぽいな。バーン言うたもん。立てー。あ、いいね。あ、やった。ルピカ。ルピカちゃんもナイス。巻いたのね。できる2機。ちいたぞロッカー3つもあってさ、これなんか、あの、遊戯王カードみたいな。ノーワン、めっちゃ声出た、ごめん。ノーワン探すわ。遊戯王カードでさ、なんかこんな、なかった？なんとかロッカーみたいな、なかったか？気のせいか。なんかと混ざってるな。ちょっと待って、ロッカーで、どこですか？ノーワンのカード、どこですか？どこですか？やべ、見当たらないわ。おじいさん、今、空きにかかってくれてるね。ここか、扉。開けとくか、じゃあ。開けて、ちょっと2段階行くけど、救助行ったら間に合うんじゃないかな。こっち方面に多分なかったから、あっち方面よね。待ってね。野良の方待っててね。グリフ出る。でもグリフどころじゃないから。はい、ば。あ、やばい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 。ロッカ、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 頼む、ロッカ。危ねえ。真っ向勝負。
あ、助けた。ナイスナイスです。ライト落ちてた。あ、出口ある。やったー。これ、よかった。いけた？これ、大丈夫みんな。いける、いける？ライト拾えばよかった。村の人は救えたわ。あー、これ出口やな。いやー、痛い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 。あ、フェイキャンするんか？いいぞ。フェイキャンするといい。それで出れるから、私は。多分出れると思うけど、無理かな。フェイキャン溜まっ、おー、ナイス！フェイキャン溜まってない？溜まってないな。あ、つくあれか。え、ダメなの？通電して開いたらダメなんだ。すごいとこで釣られてる。でも、これ、おじじさんの無理球が光る、もしかして。見せろ。どうする？どっから来る？どっから来る？うわー、来たー！おじじさん！おじさん、あ、まさか、ストライク？ストライクがあるわけではなさそうだな。惜しかった。惜しかった。今の何が起こったんや。やってまいりましたね。あ、あ、わかりました。おじいさんが今、あって思ってる瞬間の間があった。まだ。惜しかったね、今の。じじじ。じじじ。惜しかったね。いや、フックの一番のね、まあ、とこにあるからね、惜しかったね。どうも、どうもいいです。よかったっす、よかったっす。取れ高的にはもう私大満足や。おじじさん、キャラコンミス、わら。お疲れ様です。これ、なんかこの人の構成さ、すごい懐かしい構成じゃない？なんか、アベチリとかさ、イタチとかさ、ノーワンと、あ、知能っぽいの、これ何だっけ、知らんな。あはは、なるほどね。パルト封じするやん。惜しかったですね。結局我々3人パーティーで、野良の人1人逃がすので精一杯でした。次をラストマッチにしようかな。皆さん大丈夫？よかったらもう1マッチ行きますか？いやー、懐かしいね。久しぶりに大きい声で笑うと、喉ね、ガラガラしますね。いやー、面白い。びっくりした、今の。いけるんか？いけるんか？ってなったよね、みんなね。さすがおじいさんね。わかってらっしゃる。そうそう、あそこで普通に助けてくれてね、助けてくれて普通に出たらもうそら、ね、あかんからね、こう一発かましたろ、言うね。さすがやな。おじいさんも申し訳なさそうに、ちょっとこのおへそまでね、スススッと上着がね、こう下がって隠れてくるかもしれん。次やったらマッチでこうチャック閉まってるかもしれないね、上のね。これチャック閉まるんかな、かな、これかなりきつくない？チャック閉まった状態ってキュッてならへん？まあそれは私も一緒か。チャック閉まるんかなって話じゃない？キュッてなるよね。ボタンかなこれ。ピピピピ。次こそね、有終の美を飾りましょう。おじじさん、次こそは。私は今のね、すばしずまっこうがね、刺さったんで、もう十分満足です。いや、楽しいよね、すばしずまっこうね。しかもさっきの人なの間違って同じロッカー2回開けてたね。いやー、危なかった。なかなかね、欺きで開けたロッカーの真横に隠れるのってね、スリルがあるんですよね。さっきみたいにね、なんか3箇所のロッカーがね、ちょっとだけ離れてると、ビラさんがこっちに向かうかどうかがね、見てわかるから安心して真っ向勝負打てるんですけど、真横やとね、もう、行くぞって決めていかんとね、間に合わんからね。
まああとはね、真っ向勝負決めた後だよね。どこに逃げたらいいんや。つばしずもね、消えてしまってるパターン多いから。この、YouTuber もさ、プリプーって音鳴るけどさ、これ通知音いってないのかな？大丈夫かな？まあでも90個もあるしな。使ってこう。そして慢性的な懐中電灯不足に陥ってきたぞ。できるだけ懐中電灯拾っていく。最近あのチームでね、セールとか結構やってたじゃないですか。年末年始、お正月、クリスマスってね、何かとこうイベントごとがあったからさ、でゲームをいくつか買ったんですけどね、デイブダイブってやつだったから、なんかね、あのダイビングしながらお魚捕まえて、その魚で寿司作ってっていうゲームなんですけど、これなかなか面白くてね、今ハマってる、ね、あとね、8番出口ってやつもやりました。とか配信しようかなと思ってたんですけど、もうね、全然わかんなくて、もうグダグダで1時間プレイして、一人でね。もうちょ、わからん、ダメやって言って、もうね、いろいろ、ネタバレというか、チェックとかいろいろして極めてしまったから、まあ、配信にならへんな。あとね、酔う。ゲームは酔う。気をつけないといけないね。自分でね、見つけたかったんですよね、全部の違和感を、8番出口。でもね、ちょっと無理やった。もう全然わからんの。なんで今全然、なんでどこが違うんやみたいなね。でもあれいいよね。あれシリーズ化されそうやしね、楽しい発想やなと思いました。あのゲーム、間違い探し、パターン、バリエーション、無限大やし。なんか、広告も募集するらしいじゃないですか。貼り付けてるね、地下にある、チラシ。あそこに広告載せたい人はあんねん。ね、どうする高須クリニックとか。ね、社長がこう、ムキムキになってたら、これ違和感や、みたいな。あかんか。なんか誹謗中傷なの。違うんです。そんなことないです。高須クリニック大好きです。はい。ブイコチャンネル。いいことは皆さん、じゃあラストマッチということでよろしくお願いいたします。おリボン炊いてくれてる、ありがとう。リボンお手紙いただきました。ラジオネーム、梨のつぶてさん、はい、よろしくお願いします。はい、どうも、梨のつぶてと申しますね。いいよね、こういうラジオみたいな、いつかやりたいね。最近さ、梨のつぶてっていう言葉気になってるんですよ。知ってる？梨のつぶて、反応がないことみたいなことの意味なんですけどね。なんか、ちょっとふと、最近言葉気になったら調べようと思ってるんですけど、梨のつぶてってさ、なんだろうと思って調べたら、つぶてって石ころとかね、そういう石ころのつぶてを投げても、まあ、帰ってこないじゃないですか。投げっぱなしやからね。その様を言い表すと。うん、で、梨のつぶての梨って何やつって、その果実の梨と、ありなしの梨をかけているみたいな。ああ、え？梨？果実の梨、どっから来たみたいな。急に唐突に梨出てくるんだけど、どういうことって。そこのね、語源を知りたかったのにね、どこにも書いてなくて。ほら、えらい言葉見つけてもたで、ってなりましたね。ポケモンでね、石つぶてとかおるから、つぶてってそういうことやなってのを理解するんですよ。梨つぶての梨ってない。しかも梨つぶててないって意味なのに、梨のつぶてもないって。さらに強い言葉だし。どういうこと？なんかめっちゃカラス飛んだ。でもね、どうもね、調べてたらね、果実の梨って、あ、どうも。結構その、ありなしの梨っていう意味が昔から強いらしくて、
梨といえば梨みたいなとこあるらしいからさ、そこから来てんのかなとも思って諦めてます。詳細わかる人いたら教えてください。気になってしょうがない。平さんおる？これ。あ、デザインさんだ。どうも。あ、デザインさん、これは任せてくれるってことやな。二人に任せていこう。平さんおる？これ。おっと、マイケル？お、メグンだね。めっちゃ強い。ボットパン。あ、ボットパン。なんだ、ボットパン。ボットじゃあちょっとあれですね。ラストマッチにするには寂しいな。もうワンマッチ行こうかな。ボットやったらね。気をつけて、最後に動くタイプのボットかもしれん。どこる？どこどこ行ってんだ。梨のつぶての話するかもうこれ以上広がらんて、この話は。結構ね、日本語ってね、面白いからね。その英語を勉強したいってさっき言ってましたけど、思ったのが、その日本語ってすごいんだよって動画をね、どこかで見て、あ、じゃあね、そんなすごい日本語話せる我々日本人が、英語ごときが、あ、ごめんなさい、それも英語にごめんなさいけど、英語喋れへんわけないやろと、ね、マスターしたのが、そう思ったのがきっかけ。自信がついたっていうかね。あ、でも、ドクドクを、おっ、やってもた。あ、懐中電灯だ、ありがとう、しかも空っぽ。あ、でも私、耐久設計あるよ、これ。あとで充電しちゃったよ。なんか毒々は動いてる気がするけどな。でも違うのか。なんでこの音が少し近づいたら離れたりするのか。若干動いてんのかな。あれからパンチを繰り出して位置がずれてんのかな。耐久設計してる間にさ、開けられたらどないになるやろ。デザインさん、試してみてもいい？私がさ、入ってる間開けてもらっていい？耐久設計って中断するんから。あ、せえへんのよ。あ、耐久設計は中断しないぞ。やめて、ちょっと今電池変えてるんで。ほんと。やめてください。やめて、今電池変えてるんですって。電池変えてるんです。やめてって。やめてって。どういう状況？どういう状況？ありがとうございます。ご協力いただいてね。よいしょ。最高。あっちにおるよって言ってたから。あ、どこどこ行ってる？あ、パンチしてるね。あ、あれか。え？あ、レースね。そう、クリスマス仕様だよ。すごいとこ立ってるな。え、これ本当に動かないキラーかな。怖いな。これつけた瞬間。全然使い切らせていただいて、こいつは入ってるよね。あの周りで、あ、なんか呪文を言うてへんけど、右上にさ出るもんな。なんかポイントが OK、 使い切った。おお、びくしょ、後ろにデザイン触った。あ、グリフグリフ何これ、どうなってんの。あ、これちっちゃくなって見えなくなるだけなの。おじいさん見かけなかったな。出ましょうか。どこやろうか。あ、そこや。ここ、やっぱグリフ行くだけか。あ、おじいさんもやることやってんね。めちゃめちゃ壊れるの遅くない？気軽にトーテム触ったもののめちゃくちゃ硬いぞ、このトーテム。
オッケー、行こう。いやー、デザインさんのおかげで検証ができたね。耐久設計、おお、なんかしてる、なんかしてるぞ。あっちなんだこの集団行きましょう。さあさあ、今の脳幹ということでもう一回行こうかな。ラスマッチ、改めて仕切り直そうか。久しぶりにボットさんに会いましたね。あ、なんか持ってる。これなんか2人でも持ってるな。流行ってんのかな。例えばさっきデザインさんからおじじさん、今は珍しいボット。ありがとう。珍しいよね、久しぶりに見ました。しかもちゃんとボットやった。放置じゃなくてちゃんとずっとパンチしてくれてたね。ノーワンのね、なんちゃってボットかと思ったけどちゃんとボットやったわ。まずいな、小腹が空いてきた。まずいなこれ。これちょっと配信終わったらちょっとカップ麺食べるノリやな、これやばいな。こう、まあ、食べたら太っちゃうってのもあるんですけどね、こんな時間に食べると明日絶対胃もたれしてるんですよね。悲しい。この悲しいよね、これね。美味しいもん食べた次の日胃もたれするってこれが一番悲しいわ。なんなんやろね、何が年。ね、やだね、食べる前に飲むみたいな、そんな感じの世界だから。昔なんかで調べたんですけどね、あの胃腸薬、胃薬、あれって何個か種類があって、胃酸を抑えるタイプと、なんか消化を促すタイプと、そもそもバランスを整えるタイプと、なんか3種類ぐらい確かあるんですよね。だから胃もたれ、ムカつき、そういうのをね、症状によってね、変えていかないといけないね。私の場合大体こう、前の日食べたものが、いっぱい食べすぎたか、残ってるかなんで、ね、なんちゅうのかな、消化を促すようなね、やつを飲んだりしてますけど。あ、そうそう、全然関係ないですけど、皆さん、地震とか大丈夫でした？びっくりしたね、あれね。お正月からそんなことになるとはもう全然思ってもみなかったから。ね、やっぱ災害はね、災害というか天災はやっぱこう、人間の都合なんてね、知ったことじゃないからね、恐ろしいなと思いました、改めて。特にね、確かにその北陸の方ってさ、前も言ったかもしんないけど、こう断崖絶壁なんだよね。東尋坊とかもそうだけど、なんか海に向かってるのに山越えるっていう、なんかよくわかんない動きをするんだよね。あっち側こう、なんだろうな、こっち日本海側はね、日本海側逆やな。太平洋側は、どっちかっていうとね、砂浜みたいなね、湘南の海みたいな、そんな感じで海が始まるけど、あっち崖があってからの海やから、東映みたいな感じだよね。海やからね。やっぱこう、何が困るというか、こう道が途絶えるっていうか、やっぱすごい大変だよなと思いました。何よりな、うちもね、実家の方がそうですけど、やっぱ古い家ってね、木造家屋やからね、あんなレベルの地震来たら、うちも一発で潰れてしまいますね。
デザインさん、温かいうどん食べてもらいたいですね。そうね、仕方ないね。もう我々さ、うどんのやからさ、もうとにかくもう何かにつけてうどんを送らな気が済まんだよね。ごめんなさい、なんか良かれと思ってやってるからね、悪ふざけじゃないからね。ただまあ、はた目から見てあれだよね、正気の沙汰ではないよね。ね、だから一回怒られたらしいじゃないですかね、こんな被災地に乾麺を送ってきて、どんなにしてるつもりやみたいな、茹でる湯がねえわみたいな、要するにもうお湯というかね、茹でる人ごとよこしますみたいな。で、まあ、今回ちょっと行ける場所ならいいんですけどね、道路とか捉えてると行けないからね。まあまあちょっとでもね、いい気分になってもらおうと思っての措置と思っていただけるとこれ幸いでございます。やっぱね、悲しいことあったらね、ちょっとでも楽しいことしてね。そうなんですよね。ポジティブになってほしいからね。まあそういう意味でね、まあ、多少品種があってもね、怒られる前提でもね、実際食べたら食べたい人は怒らんから、多分。ありがとうございますって言って、美味しい美味しいって食べてくれるからね。それを見てる世間様はそうは思わんかもしれんけど、まあまあまあ。実際ね、やって喜ばれたから続けてるねと思うし。さあ、ラストマッチ行こう。でも実際ね、うどんって日持ちするからね。冷凍うどんはもうもちろんやし、でも冷凍するね、施設がない場合は乾麺かな。乾いた麺やったら結構持つやろし。また東丸のうどんスープでもね、一緒につけて送ってあげたらね。デザインさん、うちの県からうどんの炊き出し出てませんでした。あ、出てました、出てました。うちの県。ね、炊き出しで一言送って、なんか2000食とか言ってたかな。個人的に気になったのは、それ2000食ってのは2000玉のことなんやろか。一食、でも2玉ぐらいから数えるよな。今とか4000玉はあるか、とかそんな風に思いながら見てましたけどね。うどんの一食の開きって結構あるからさ。うちと外と。うどんは2玉からですよね。2玉からですよね。大で 1.5 玉なんですか？ちょっと意味がわからんのですけど、ね。そういうとこあるから。そういうこと言うからですよね。大は3玉じゃないんですか？大中小で1、2、3じゃないんですか？みたいな。いかんね。そういうね、変な絡み方しちゃいけませんね。いや、皆さんね、うどん県行くとき気をつけてね、単位に。大って書いてるからって、大で頼んだほど3玉とか出てくるからね。多分一般の人は一食で3玉以上食うの大変やと思う。4玉とか結構しんどいよ。地元の人でもね。デザインさん、あるある。私も最大5玉かな。なんか2つぐらいうどんをね、掛け持ちで食べたんですけど、まあでもいや、もう5玉食べたらもう十分で、十分どころじゃないわ。吐いちゃう吐いちゃう。それじゃ食べれないわ。だからやっとね、丸亀製麺とかかな、徳っていうね、台の上が出ましたけどね。徳でも3玉いってなかった気がするんだよな。お、なんかカチャイだね。ありがとう。でもね、これもらうとね、私回復手段を失うから置いていくね。置いて。行っちゃった。ちょっとこの場所を覚えようかな。あ、後で回収しに行こうと。キラーさん動いてる？ボットな可能性ある？いや、まだ疑うには早い。あ、びっくりした、びっくりした。あ、しかもなんか回収データ持ってる、ちゃんと回収してる、偉い。天才さん、全然ちゃんと人の話聞ける子、偉い。あ、なんかゴスプみたいな動きしてるよ、この。でもこの発電機二人用やで。で、遊んでるとキラー来るからね。あ、これボット、なんかおると、動いたか、とか。なんかおったな、今。あれ、キラーか？キラーっぽいな。動いてるな。よし、ボットじゃないぞ。ボット、キラーやんな、あれ。テイトさん、あんな、あー、パー入れた。あいつ？なんだっけ、鉄砲撃ってくれ。あー、動いてる、動いてる。キラー、動いてる、動いてる。重要攻撃ね。よしよし。じゃあ、これでちょっと、これをラストマッチしましょうかね。よしよし。どっから来るよ。
これちょっとロッカーがあんまりないな。あ、ダメだ。ごめん。身代わりになりなかった。あ、ごめん。本当はこれ助けてあげたいけど、ライトも持ってない人が助けれるわけないので、一回逃げますね。ここで一発殴られてしまうと、ちょっと、後に響くから真面目にやろう。安全センサーが殴られてる。救助行こうとしてる感じする。あ、頑張れ。いいぞ。いい感じ。あ、惜しい。惜しかった。多分結構いいとこまで行ってたかも。どうしようかな。これちょっと私助けに行こうか。キャンプにしてる感じする？キャンプしてるな。うん。医療キット使って直してあげよう。よいしょい。ギャランドゥー。あ、やばい、間に合わん。あ、ごめん、間に合わなかった。せっかく板の前でダウンしてくれてたのに。大丈夫かな、どうしようかな。おー、ナイス、救助。ペイトちゃん。じゃあ、ここをしっかり回してと。やっぱライトがないと、ね、心もとないな。でもライトがないっていうか、ライト持つと今度回復手段なくなるんだけどな。困るな、痛しかゆしやね。どうも、ケイトちゃん。ありがとう。おじいさん、助けてくれてありがとう。おじいさん、いけなそう。お、私の治療キットが火を吹くぜ。あ、やばいな、これ。何がやばいってね、治療キットを、あー、やっちゃった。1% 残ししちゃってる気がするんだけどね。これが一番めんどくさくて、耐久設計で直せないのよ、これね。ちょっと残ってるとダメなんだよね。さあさあさあ。よし、間に合うかな、これ。デザインさんが助けて、ナイスです。バイバイ。あ、いや、嘘でしょ。今、あざむき入ったからな。その気入ったよね、多分ね。あざむき生きてるね、生きたと思うんだけど。これでちょっと自分宛の手当てをして、あ、怪我してるのか。いよいよこっちでちょっとだけして隠れてと。いいね、いいムーブ。バレてた、見えてたかー、ごめん。私がキラーを死にできていなかったーい。真っ向勝負も間に合わなかったーい。よくばったね、今ね。治療せずさっさと隠れてるのかった。さあさあ。あ、でもなんだかんだあと3台か。あれ、しかも1台回りそうやね。いけるいける。お、いた、倒した。あ、撃たれた。バーン。あれはデザイナーか？ありがとう。ヤンヌーさん。回りそうやな。回しとこうか。ちょっと、グリフが。
真っ向勝負は溜まった。OK。耐久設計が溜まるまで待って。まっすぐ来るか。来ないな。バレてないね。OK。ちょっと。ミスったミスった。やば。やばいやばい、これはまず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 い。まずいな、これはまずいな。あ、いや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 いはい、やられましたいやまずかったね。ありがとう。いや、このお腹の毛はギャランドゥーさよ。すいません、このまま直してもらおう。ギャランドゥーさん、おかんとこ。あ、ちょっと影になって見えないな。ギャランドゥーさん見えないな。何をチェックしようとしてる。あの子は3回目。ごめんね。ありがとうございます。耐久設計は入ってるね。ここもついてるんだ。あとどこだ。固まってんのかな。どこどこ。あ、いたいた。危ない。え、刺さってんのそれ。助かったぞ。直そう直そう、とりあえず直そう。あっちの駅どこだ。あっちの方か。こっちもないもんな。固まってそうだな。うわ怖い。徘徊してんな。あの巡回ルートに入ってるようなきっとない。あそこに一個あるな。あの真ん中は結構肝な気がするな。入ったー。なーい。あっちの方引っ張っていこう。ロッカーないか、ロッカー無理があるけど、今そういうとこじゃない。あー、ここ回したいなデザインさんの方周りそうやね。いや、ここキーやな。ここ結構大事や。でもとにかくね、あれなのよ。ロッカーがなくてさ、耐久設計使う場所が。この辺ロッカー不足はなはなしいよね。あ、デザインさんが竹編してる。ナイス。でもあれか、発電機は追われてるってことやな。なのでここをちょっと、そもそも8割ぐらい回して。だいたい80秒かかるんでしたっけ。だからあと40秒、45秒はかかるかな。
よいしょ、うわぁ、ドキドキいってる。あ、でも大丈夫、ケース入ってるぐらい。あれ、回復に入ったぞ。ここ突き切って大丈夫かな。さらに固まるんだ、そして。ちょっとちょん残して様子見ようかな。ここでやめとこう。でさ、ちょっと待って、ロッカー、そもそもロッカー。ロッカー多分この辺にあるよ、ロッカー。の中には絶対にある。あ、ギャランドゥまずこれで耐久石発動させて、ギャランドゥに移り、もう一個の回ってる発電機の位置が分かんないんだよな。あそこになんか光ってるもんがある。一回回復。あそこ回ってそうな感じですよね。救助に向かおう。あんまり回ってないね、ここ。あっちは蹴りには行ってないか。行ってないね。あ、言ってるね。あのデザインさんが助けようとしてる。わーい、こっちやったーい。私が後ろから追われてた。オッケーオッケー、ここ回ってるやん。よしよし、ここ回そう。やってもた。というかデザインさん追われてるな。デザインさんが通知してくれてる。私は回す音です。どこどこ、あそこ、やばいやばい。 OK、戻ってくるの疑って。ロッカーバレてる、もしかして。やば、バレた。オッケー何の戦いこれ。デザインさんが触ってる発電機結構後退してるのか。私が触ってたやつかな。ちょん残し蹴られて結構後退してたらきついかな。でもデザインさんのあのペースを考えると私のと同時ぐらいについてええ感じになりそうな気がする。この発電機もろ周回ルートに入ってるもんな。だからマーさんと、あ、いた、やばい、やっとった。マコショー、オッケー、なんか今ピョンって飛んだ。見て、今キラーさんピョンって飛んだよね。びっくりした。笑ってます。痛っ、やってもだ。うはこっちなんもないやー。あ、やめて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 
なんか助かってる。なんで助かってるんや。でも追っかけてくるよね。ああ、でもいい感じ。なんかすごい発電機や。これ2台もしかしてつく？いけいけ。おっ！ 1 台分か。いや、でも全然 OK。大丈夫。ああ、怖い。ああ、怖い。ロッカー。いいかげんロッカー。あったあった。安心のロッカー。ああ、怖い。ちょっととりあえず、ペラロロロ下が回らん。手当てして。手当てして。耐久設計あと1回分ぐらいいけるよね、多分。オッケーオッケー、1台ついたら大きいよ。耐久設計今2回目 ?3 回目 ?33% かな。 33% で回復間に合うかな。真っ向勝負ついた。あ、33% か。間に合うかな、これ。行こう。足りるんか。ナイスナイス。足りへん。でもまあ、門が目の前やから開けよう。皆さん大丈夫ですか？私は元気です。この扉、この扉を開けなきゃいけないんで、そちらには行けません。OK、ナイスファイト。行けたんじゃん。はい。よーし、行けて。イェイ、グリフが光ってる。やばい、あ、もう私出ます。出ますよ。出ますよ。怖い怖い。今出てるから。もう扉開けてる気配ないから、こっちしか開いてないやろな。あー、そこおるわ。あ、もうダメかも。出るかも。出るで。危ねー、危なかった。皆さん大丈夫かな。感染しましょう。おー、でかい皿上げてる。いけてるね。おじいさんは？おー、いい感じ？いい感じやね。間に合うかな？おじいさんがナイスチェイスしてくれてる？あ、おじいさんこっち側か。早く行けて。これは煽りじゃないからね。これはね、デザインさんが出る時間を稼いでるだけやから。互いにこうね、情報がないから。おー、危ない、ナイスー。おっきい声出ちゃった。はい、ありがとうございました。キラー様ありがとうね。煽りじゃないからね。いや、強かったね。あー、惜しかった。お目に行くまでもうちょいでした。皆さんありがとう、GG。お疲れ様です。よかったー。いやー、怖かったわ。満足度上げたか、ポチッとな。あー、すごいな。今のデス3。あれ、ノーパークさん強っ。ノーパークさんでしたね。レベル1でした。おじじさん、じじい。いや、ありがとうございます。お疲れ様でした。いやー。遊んだ、遊んだ。よいしょ。デザインさん、じじい。デザイン様、ありがとうございました。おじじさん、ありがとうございました。いや、久しぶりにあれですね。デッドバで遊んだって感じですね。イェイ。ね、楽しかったですね。やっぱデドバはこうでないといかんね。ありがとうございました。デザインさん、楽しかった。ありがとうございました。それじゃあ、今日はこの辺で終わろうかな。またね、ちょっと配信ちょくちょくやってきますからね。やってきますからね。で、前に言ったもう1ヶ月前やからね。皆さんも毎回来てくださってありがとうございます。ちなみにね、今日いろいろ話してたけど、英語の勉強とかもせなあかんと思って、で勉強は一人でするとしんどいので、この配信の中とかでね、勉強チャンネルとして、あるいはこのメインチャンネルの方でやったりもするかもしれんね。うん。でもそういうのやるとね、チャンネル登録者数減ったりするからね。そういうのを見るとね、私は如実に凹むからね。というわけでね、皆さん遊んでくれてありがとうございました。またね、ぜひ一緒に遊びましょう。いうことで、あれが欲しいんだよね。なんかポチポチ押してさ、操作する、ええ感じのやつよ。あれでエンディングとかもまた。まあね、そういうことをやるんやったら、ちゃんと配信の頻度をね、上げて、皆さんに楽しんでいただける環境を、おじじさん、お疲れ様です。というわけで、皆さんもね、今年もよろしくお願いいたします。そして、風邪とか流行ってるようなんで、お体に気をつけてね、デザインさん、お疲れ様です。ありがとうございました。それでは
皆さんコメントありがとうね。また高評価、チャンネル登録、そんで通知ボタンもポチッと押しててください。よろしくお願いいたします。新年明けましておめでとう。また今年もねよろしくお願いいたします。ということで、おじさん、よし、しまったしまったね。じゃあ皆さんお疲れ様です。おやすみなさい。バイバーイ。